女とデートで何を話したらいいかわからない。デートで沈黙が続き気まずい雰囲気になってしまった。デートで何を話したら女は自分に好意を持ってくれるんだろうか。どんな話をしたら女に嫌われてしまうのか。女の口説き方、アプローチの方法がわからない。デートの会話の正解が知りたい。世の中の9割の男性はこういった悩みを抱えて日々生きているかと思います。特にあなたはこうした悩みがどこかにあるからこそ今こうしてこの動画をタップして見てますよね。そう、このデートの会話、女との会話は男であれば誰もが一度は悩むことです。今日はその悩みをこの動画1本で完璧に解決します。実際のところ女はね、男がデートで何を話してくるかで相手のレベルを明確にジャッジしています。なぜならデートの会話っていうのは一番男としての経験値の差が出るので分かりやすい指標になるからです。モテる男のデートの会話とモテない男のデートの会話では天と地の差があります。例えばモテる男は適切なリアクション、ベストな相槌のタイミング、盛り上がる話題の提供、女が話したくなる質問、ユーモアのある笑いを引き出す一言、相手への自然な共感、褒める箇所が絶妙、これらっていうのが完璧にできています。故にモテてるわけです。逆にモテない男はリアクションもない、相槌も下手、会話の内容がとにかくつまらない、相手の女の気持ちがわからないので共感できない、失礼な一言を言ってしまう、聞いていない、自分語り、自慢話、可愛いですね、綺麗ですねとかっていうありきたりな褒め言葉といった感じなので、対面する女からすると全く魅力的じゃないを通り越してもはや不快なんですよね。だからデートが成功しないんです。現代の女っていうのはマッチングアプリの普及で簡単に男と出会いますから、普段からめちゃくちゃデートをしまくり、モテる男のデートの会話とモテない男のデートの会話をどちらも多く経験しているので、あなたがモテない会話をした場合、一瞬であなたが低レベルな男なのが相手にバレるんですね。たくさんの男とのデートの経験を積んでる女からしたら差が一目瞭然ですから、最悪なのがもしあなたがデートで不快な会話を繰り返したとしても、女はそれを指摘してくることはなく、ただあなたの元から去っていくだけなので、会話の改善ができないんですね。女もその場の空気を壊したくないので、あなたが不快な会話をしたとしても気を使って愛想笑いをしてくれたり、相槌を打ってくれて、あたかも会話が盛り上がってるようにしてくれるので、自分では自分の会話がダメなことに気づけないんですよね。だから地獄なんです。自分で気づけなければ女に対して一生不快な会話をし続け、なんで結果が出ないんだろう、俺のどこがダメなんだとさまよいながら一生女に困る生活を送る羽目になります。でも安心してください。今日の動画を見ることで、あなたは自分の会話の問題点に気づき、デートの会話を完璧にマスターして、デートした女の食いつきを爆発的に上げ、彼女やセフレを量産できるようになります。今日話すのはデートでやれる神フレーズ100選です。この動画が林英系の YouTube の動画史上最も価値が高い動画になることを私は確信します。私の人生の全てをかけてこの動画を作りました。100個のトークテンプレートですから、これさえ覚えておけばデートの会話で困ることははっきり言ってありません。この動画を見てフレーズを覚えて、そのままそのフレーズをデートで女に言うだけですから、超簡単です。猿でもできます。いちいちあなたが考える必要もありません。ちなみに私は恋愛を学ぶ学校恋トレ大学の校長で、経験人数は500人以上、累計生徒指導数2000名以上の恋愛のプロです。私自身中高6年間男子校出身のコミュ障でブスのガチガチのひもての状態から自己投資を繰り返し、圧倒的な数のデートの経験を積み、今ではモデルやラウンジ上の美女と付き合えるようになりました。私だけではなく、私が指導している恋トレ大学の生徒たちはほとんどが恋愛未経験の状態から数ヶ月で彼女やセフレを量産し、女に困らない生活を送っています。最近ではおかげさまで地上波のテレビ局からもたくさんオファーをいただいて、この間テレビ出演もしてきました。これがその時の様子です。はっきり言って日本で恋愛攻略において私の右に出る人はいません。圧倒的な実績も理由の一つですが、私自身ね、昔はおそらくこれを見てる誰よりもひもてで、そこから這い上がってきたので、ひもてがモテ用になるための0から100までのノウハウを全て知ってるからです。もともと生まれつきイケメンだったとか、コミュニケーションが上手かったということではなかったので、どうやって恋愛未経験のひもての0の状態から女に困らない生活を送るレベルに行くのかっていう過程を全て知っています。あなたがこれからモテるために通るべき道を僕はもうすでに過去に通ってきたんです。故に細かくあなたがこれから何をすべきかっていうのを話せるということですね。とにかく今回お話しするのはデートでやれる神フレーズ100選。フレーズはもちろん、女との会話の仕方、口説き方、どうやってアプローチをしていくのか、どうホテルや家にお持ち帰りをしセックスをするのかっていうのを完璧に解説します。今回の動画のテーマを順番に言うと、女と会話をする上での重要な考え方ポイント、デートで女に絶対に話してはいけない話題、相手に自分をモテようだと思わせる細かい注意点、神フレーズ100選、この順番で進めていきます。神フレーズ100選ということで、動画自体とんでもないボリュームになってますが、紹介するフレーズ一つ一つに意図があり、どのテーマも女を口説き落とす上で欠かすことのできないものなので、あなたが彼女やセフレを量産したいなら最初から最後まで全て主張するようにしてください。そして今回は特別に、僕が実際にデートでそのフレーズを使っている女との実録音声もフレーズごとについているので、ニュアンスとか空気感もめちゃめちゃ分かりやすいです。ぜひ最後まで見ていってください。
具体的なフレーズを紹介する前に、女と会話をする上での重要なポイント、デートで話してはいけないことについてお話します。早く具体的なフレーズを教えてくれよと思うかもしれませんが、ここのポイントが抜けてしまっていると、いくら完璧なフレーズを言ったとしても女から好印象を得ることはありません。なのでしっかり集中して聞いてください。女と会話をする上でのポイントは、チャラい見た目で話す、女には嘘をつく、話してはいけないことを知る、アプローチしていく上での注意点です。まず1つ目、チャラいイケてる見た目で話すについて、デートを成功させる上、デートの会話を盛り上げる上で重要なのが、自分がチャラいイケてる見た目で女と会話をすることです。これなんでかっていうと、チャラいイケてる見た目で女と話すことができ、ギャップを生み、相手の感情を動かすことができ、女の食いつきを上げることができるからです。まず大前提なんですが、人間は自分の感情を動かしてくれるものが大好きです。例えば映画や旅行、スポーツ鑑賞などを人間が好むのは、それが非日常で普段動かない感情を動かしてくれるからですよね。旅行で綺麗な景色を見たり、映画で感動的なシーンがあれば感情が大きく動いて、その旅行先や映画が強く印象に残り好きになりますよね。これは恋愛も一緒で、女も自分の感情を大きく動かしてくれる男が大好きなんです。例えば女がクズなイケメンとか冷酷なホストとかヤンキーの男にハマってしまうのは、彼らが自分の感情を大きく動かしてくれるからです。ひどいことをされて泣かされたと思ったら思いっきり優しくされたり、めちゃくちゃラブラブかと思ったらいきなり超冷たくされたり、このようなことを男にされ続けて感情が動き、そして好きになり、ズブズブにハマっていくんですね。逆に普通の見た目をして誰もがするようなつまらない日常会話を話してくる平凡的な男に対して、女は感情を動かず好意を抱かないんですね。とにかく感情が動かないものに人は本能的に惹かれないんですよ。だからデートをして女を惚れさせる上で重要なのが、とにかく相手の感情を動かすことです。感情を動かせればあなたは相手の印象に残り、それが好意になってきます。逆に感情を動かさなければあなたは相手の印象に全く残らず、デートが失敗に終わるということです。どうやってデートする女の感情を動かすかって言ったら、まず自分の見た目です。初対面で会った瞬間に、あ、なんかすごいイケイケな人が来たな、おお、なんかすごいおしゃれな人が来た、あ、なんかガタイが良くて大きいな、うわ、すごいイケメンじゃん、みたいなことを女に思わせ、自分の見た目で相手の感情を動かすことが大事なんですね。そしてさらに、そのイケてるチャラい見た目をして、すごい礼儀が正しかったり、面白いユーモアが言えたり、にこやかでフレンドリーだったりすると、そこでギャップが生まれ、また女の感情が大きく動き、強く自分を印象付けることができます。普通の髪型、普通のファッション、ダサい服を着て女と対面しても、相手の感情は動かないです。そこら辺に歩いてそうな平凡な見た目の男と出会っても、女からしたら全く印象に残らないんです。逆に、うわ、なんかダサいな、清潔感ないな、と良くない方向に感情が動いてしまいます。だから見た目はチャラめのイケてる見た目をすべきなんです。また自分がチャラいイケてる見た目をしてると、普段から自然とイケてる男の振る舞いをするようになるんですね。例えばビシッとスーツを着て髪型をジェルで固めたら、誰だって普段より背筋が伸びて、そのスーツに合った振る舞いをするようになりますよね。それと一緒で、チャラいイケてる見た目をするとイケてる男の振る舞いを意識するようになり、実際にイケてる男になっていくんです。逆に平凡なダサい見た目をしてたら、平凡なダサい振る舞いになっていく。非常にね、シンプルな話です。ですから、相手の女の感情を動かす面でも、自己肯定感の面でも、見た目はイケてなければいけません。チャラいイケてる見た目っていうのはどういうものかっていうと、例えばこういう感じやこういう感じやこういう感じですよね。ただチャラいイケてる見た目をしろって言っても、実際いきなりイケてる見た目になるのは難しいです。人によって体型や顔の系統も違いますし、今までファッションや髪型にこだわりがなかった人が、次の日からいきなりイケイケになれるほどルックスの向上は甘くありません。なのでファッションや髪型などルックスの向上については、日々学んで実践していく必要があります。まず私の YouTube チャンネルの外見磨きの動画を見て勉強したり、概要欄にある公式 LINE で、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、人生を変える美容整形ノウハウなど、ルックス向上についてのノウハウを語った教材を期間限定無料配信しますので、ぜひ今のうちに概要欄の公式 LINE からプレゼントの教材を受け取って勉強していってください。チャラいイケてる見た目を意識したら、次は女に嘘をついていきましょう。え？嘘？嘘はついちゃダメでしょ。嘘をついて女の子を騙すんですか？それはやばいです。みたいに思ってるかもしれませんが、デートを成功させたいなら、とにかく女に嘘をつきまくらなければいけません。なぜなら、馬鹿正直にあなたが本音を話しても、全くデートで有利にならないからです。ここで言う嘘っていうのは、俺は年収1億円だよ、とか、昔モデルやってた、俺は最近めっちゃ女にモテる、とかっていうしょうもない嘘とかではなくて、自分が不利になるような真実は一切言わないということです。例えばあなたが現在童貞だったり、5年10年くらい彼女がいなかったとしても、それを女に正直にデートで言う必要はないということです。女とデートで話してる時に恋愛遍歴について聞かれて、バカ正直に、実は俺今まで女性経験がなくて、俺5年くらい彼女がいなくて、なんて言ってしまったら、はっきり言ってその後その女にアプローチするってなった時に不利になるんですよね。なぜなら女は恋愛経験が少ないキモテ男とセックスしたくないから。また自分の今の仕事がUber Eatsだとして、女に
今の仕事を聞かれた時に正直に Uber Eats やってるなんて言ってたら、はっきり言って相手にマイナスな印象しか与えないんですよ。だからそれがたとえ真実であっても、正直に言った瞬間にあなたが不利になるんだったら言わずに嘘をつくべきなんです。これまで生涯彼女ができたことがなかったとしても、あー3ヶ月くらい前に2年付き合った彼女がいたねとか、1年間くらい付き合った彼女がいたんだけど半年前くらいに別れちゃったとかっていう嘘をつくべきなんです。仕事に関しても、今の自分の仕事が間接的に見てあまりよく見られない職業なんだったら、 IT 系の営業マンしてるよとかエンジニアしてるよとかって有意義なんです。そう、デートでは自分がアプローチする上で不利になるような真実は一切言わず、自分が有利になるような嘘をつくのがとても重要です。ここまで聞いても、え、でも嘘は良くないですよと思っているかもしれませんが、あなたはそうやって悪い意味で真面目ないい子ちゃんだから女にモテないんです。私たちは日本人ですから、小さい頃から嘘はついちゃいけません、嘘は泥棒の始まりですみたいな教育を受けてきたはずなので、嘘をつくのは良くないと嘘をつくのに抵抗があるかもしれません。でも成果を出すためには、そんな甘ったるいいい子ちゃんみたいなことを言ってる場合ではないんですね。もちろん相手を騙して詐欺をするとか、女を騙して不幸にするとかっていうのは、そういうのはダメですよ。そうではなくて、私が言いたいのは、恋愛で成果を出したいんだったら、嘘をついてでも無理してでも女の前ではイケてるかっこいい男として振る舞えよってことです。これはね、悪いことでも何でもありません。気持ちの中には、ありのままの自分を好きになってほしい、自分のような性格でも受け入れてくれる優しい女の子と付き合いたいとかって言ってる男も多いんですけど、これは甘えにも程があります。弱いあなたを好きになってくれる女なんてこの世にいません。嘘偽りなくありのままの自分なんか出してる時点で絶対にうまくいきません。なぜならね、これまでの人生ありのままの自分で勝負してきてモテてこなかったわけですから、その状態でデートに臨んでも当たり前に成功しないんです。女もありのままの気持ちのあなたなんて一切求めてませんから。とにかく女はイケてる強い男を求めてるんです。だからデートでは自分がしたい話とか自分のありのままの姿を出すんではなくて、女が望むイケてる男性像になり演技をしなくてはいけないんです。例えば世の中にはいろんな成功した女性アイドルタレントがいますが、彼女たちは今までのありのままの自分で勝負をして成功してるでしょうか？答えはノーです。あえてキャラを作ってお馬鹿キャラになってみたり、売れるためにありのままの自分なんか捨てて嘘をつきまくって成功してるわけじゃないですか。ありのままの自分だったら成功しないから嘘をつき、あえてキャラを作って世の男性が求める女性像になりきり演技をして成功を掴んでるんです。それと一緒で恋愛でも、今のありのままの自分なんかで勝負していたらダメなんです。そもそも嘘をついてはいけませんとかっていうのは、政府が国民を管理しやすくするためにしている教育の一つ、一種の洗脳なので信じるべきではありません。なんなら国家は利益のために国民に嘘をつきまくってます。世の中結果が全てですから、たとえあなたがいい子ちゃんにしてても誰もあなたの彼女を作ってはくれません。嘘をついてても何をしてても成果を出さなくてはいけないんです。さっきも言いましたが、嘘をついてでも自分らしくなくても、なんか無理してる感じになったとしても、自分はイケてるかっこいい男なんだと、女に対して自信を持っていて男らしい男なんだと、そのくらいの自己洗脳をしてデートに行って女と話してください。イケてる男はデート中に弱気な発言、ネガティブな発言なんてしないんですから、今言ったことを意識してデートには行ってください。ではここからはデートで話してはいけないことについて、ここからがめちゃめちゃ大事です。これを見ているあなたっていうのは、デートで何を話せばいいんだろう、どんなフレーズを言えばデートが盛り上がるかなど、何を話すかっていうのに重点を置いて考えてると思うんですけど、デートの会話では何を言うかより、まず何を言わないかの方が圧倒的に重要なんですね。これなんでかっていうと、デートの会話っていうのは加点より減点の影響の方が圧倒的に大きいからです。例えばあなたが女とデートをしてて、素直にこの動画で紹介されたフレーズで笑いも取り、最初はうまく会話ができ盛り上がってたとしましょう。ただ中盤話してる時に、てか〇〇ちゃんって何カップ、ずっと気になっててみたいなキモいことを一つでも言ってしまったら、今までの盛り上がってた二人の会話、加点がこの発言一つで全て台無しになるんですね。減点が加点を圧倒的に上回るということです。女からうわキモと思われる発言を一言でも言ってしまったら、それが強烈に相手の印象に残って、この人ないなと思われデートが失敗するわけです。これは付き合ってる時も一緒です。付き合ってる時にキモい一言を言ってしまったら、それだけで関係が破綻します。9割の男は自分では気づかずにこういう発言をして撃沈してるわけですね。キモい発言が原因で自滅してるのにもかかわらず、もっとうまく話す方法を知りたい、すごい口説き方があるはずだとキモい発言を続けながら、あなたのノウハウを探し、恋愛がうまくいかない日々をさまよってるんですね。なので、今から話すデートで話しちゃいけないことっていうのはめっちゃ大事。しっかりここで話しちゃいけないことをインプットして、今日から生涯女から限定を受けない男になりましょう。デートで話しちゃいけないテーマを挙げると、1自己紹介、2女へのアドバイス、3自己ヒゲ、4下ネタ、大まかにこの4つです。
一つ目の自己紹介。自己紹介もデートの会話では一切いりません。え？自分の話をしなかったら何の話をすればいいんですか？女はデートで僕のことを知りたいのに自己紹介をしなかったら関係が進まないでしょと思うかもしれないんですけど、女はあなたの自己紹介なんて実は求めてません。男はデートに行ったら女に自分をアピールしなきゃと張り切って自分の自己紹介、自分の話ばかりする人がほとんどなんですけど、これは最高にキモい迷惑だと思われてます。例えば、僕は〇〇出身で何人兄弟、〇〇大学に出て今〇〇会社に勤めてるんだ、こういう仕事を任されていて給料も悪くないよ、友達からはよく明るい性格だねって言われる、でもどちらかというと人見知りかな、あと小さい頃からサッカーをやっていて、あ、ちなみに今も筋トレをしてるよ、ジムには週3で行ってて、あ、そうそう俺の知り合いが有名人で、みたいな感じで自己紹介や自慢、自分のことばかり話す男っていうのは女からすると聞いてもないことをペラペラ話されて、それにいちいちそうなんですね、すごいですねと反応し相槌を打たなきゃいけないので、相手の女からするとシンプルにうざいんですよね。自分の昔の武勇伝とか自慢ばかり語る会社の上司とか学校の先輩とかってみんなからうざがられてますよね。それと一緒です。中学の時は高校の時はすごかったなんて話されても、そんなの知らねえよ、早くこの飲み会終わんねえかなって思うわけじゃないですか。それと同じことをしちゃダメなんです。そして自分の話を話してる先輩本人はそれはそれはね、すごい気持ちよさそうに楽しそうに喋ります。そう、人間っていうのは自分が話してる時っていうのが一番気持ちよく気分がいいので、デートでは自分が自己紹介をして自分が気持ちよくなるんではなく、相手に自己紹介させて相手に気持ちよくなってもらった方が相手から好かれて関係を有利に進みやすいです。コミュニケーションにおいて相手にうざいと思われたくない、相手に好かれたいならとにかく相手の話を聞いて相手に話をさせるべきなんです。自分のことについてはそこまで話さなくていいんです。女がデートで求めてるのはあなたの自己紹介、あなたの情報じゃないんです。アプリやナンパで初めて会ったどこの誰かも知らないあなたの出身地、仕事、人脈、趣味なんてクソどうでもいいんですね。女がデートであなたに求めている、興味があるのはこの目の前の男がどれだけ自分を楽しませてくれるのか、どれだけ優秀な遺伝子を持った男なのかということです。まず自分の話ばかりする、自己紹介する時点で、あー自分の話ばかりされる、相手の気持ちがわからないんだ、こいつは低レベルだな、この男は私を楽しませてくれないと認定されてなしになります。口で自分のすごいところを一生懸命話そうとしている時点で自分に自信がない、イコール優秀な遺伝子を持った男ではないと判断されますからね。本当に自信がある男は自分で自分のすごいところを言いません。現代の女はたくさんの男とデートを重ねているので、本当に自信がある、モテる男はどんな男なのかを知っています。なので自慢を言ってしまった瞬間に自分に自信がないのがバレます。例えばね、あなたの顔がもしヤマピーで顔にめちゃくちゃ自信があったとしたら、わざわざ自分から俺の顔ってイケメンなんだよなんて言わないですよね。だってわざわざ言わなくても見ればイケメンなのがわかるから。本当に自信があったらわざわざ自分で自分のすごいところを言わないんですよ。だからね、あなたがもしデートで自己紹介をして自分をアピールしなきゃ女を落とせないとそう思っているのであれば、それは間違っているので今日からやめてください。デートでの話す割合は自分3割、相手7割ぐらいが一番いいです。話してはいけないこと、2つ目アドバイス。デートの会話ではアドバイスも絶対にしてはいけません。例えばデートで女が最近太ってきたからダイエットしなきゃなんだよねと言ってた時に、あ、この子は痩せたいのか、じゃあ頑張って俺がアドバイスして悩みを解決してあげようなんて考えてしまい、そしたら今摂取カロリーが消費カロリーを上回ってる状態だから、自分の基礎代謝を調べて1日の消費カロリーを割り出す必要があるね、筋トレも足中心のトレーニングでスクワットはなんてアドバイスしてたらうざすぎて秒速で切られてセックスできません。これなんで切られるかっていうと、女はあなたにガチのアドバイスなんて求めてないからです。女はね、ただただ話を聞いてほしいだけなんですよ。この場合の正解は、あ、そうなの、必要そうには見えないけどね、いや本当にやばいの、え、ちなみに何キロ、いや言うわけないじゃんみたいな感じで相手を否定せずにたわいもない会話に持ってくるのが正解です。要は関係性もそこまで深くないやつにね、上から目線でアドバイスなんてされてもただただうざいだけなので、アドバイスは絶対にしないようにしましょう。3つ目は自己ヒゲ。自己ヒゲというのは自分は大したことのない劣ったものだと考えることで、例えば僕なんかでよければまたデートしましょうとか、まるまるちゃんは可愛いのに俺なんかとご飯してくれて嬉しいとか、僕なんかが大した男じゃないんですけど、こういう自己ヒゲをする男性非常に多いんですけど、これは絶対にダメです。謙虚と自己ヒゲを勘違いしてる方が多いんですが、せっかく女がねあなたに会いたいと思ってわざわざ化粧しておしゃれして電車に乗ってきて今ここで会ってるわけなのに、それを自ら俺なんかがと否定するのは、相手に低レベルな俺のためにわざわざ時間を取ってあなたも低レベルですねと相手の顔に泥を塗るようなもんです。どんな男が来るのかなと期待してデートに来てるのに、その相手が俺なんてって言ってたら、は？時間返せよとなります。このような自己ヒゲはめちゃめちゃうざいと思われてるので絶対にやめましょう。〇〇くんはそんなことないよと言われるのを待っているのかわからないですけど、それを言わなくてはいけない空気にされるのも相手からしたらめんどくさいです。日本ではね、謙虚であることが美徳とされますが、女の前では謙虚さは一切言いません。謙虚にするなら思いっきりナルシストの方が全然いいです。女はね、自信がある男と付き合いたいし一緒にいたいので、自ら自信ないですなんて公言して自己卑下するやつと一緒にいたくはないんです。
ですよね。男はね、たとえ自信がなかろうがある風に見せるのが相手の女に対する礼儀です。なので女の前で自己卑下するのは今後やめましょう。4つ目、下ネタエロトーク。私たち男は結局ね、女とデートをしたら誰しも最終的にエッチがしたいわけですが、それが我慢できずに下心が出てしまったり、エロトークをしてそういう雰囲気にしてエッチしようとしたりする人がいるんですが、これは女から超キモいと思われてます。なぜなら基本的に女は知り合ったばかりの男にされる下ネタが苦手だからです。例えば、最近男の子とそういうことあった、付き合ってない人とエッチとかできる、ワンナイトとかしたことある、付き合った人数とエッチした人数って一緒みたいな感じでエロ系の話に持ってこうとする男はめっちゃキモいと思われてます。まあ気持ちはね、正直わからなくはないです。女を目の前にしてお酒なんかが入るとついそっち系の話をしたくなりますよね。ただこれは絶対に我慢してください。エロトークのおかげでお持ち帰りが成功することはありません。女はそこで判断しないからです。逆にエロトークをしたせいで、あ、結局この人も体目的か、キモいな、さようならと思われることの方が多いです。下心とアプローチは全く違うものです。アプローチはね、積極的にした方がいいですが、下心は出してはいません。もちろん下ネタが OK な女もいますが、それを話したからといってお持ち帰りにつながるわけではないので、エロトークをするっていうのはもうリスクしかないんです。なので下ネタやエロトークも話す必要は全くありません。ここまで話してきたデートで話してはいけないことをデートで絶対に話さないように徹底するっていうのが非常に重要です。なので今話した1、自己紹介、2、アドバイス、3、自己ヒゲ、4、下ネタ、これらは絶対に話さないようにしてください。ではここからデートの会話時の細かいポイントについてお話しします。ポイントは、必ずタメ口にする、質問ベースで進める、大きめのリアクションを取る、男として意識させる会話とボディタッチ、距離を縮めるいじり方。まずタメ口にするについて、まあよく質問されるのが、女との会話はタメ口、敬語どちらにすべきですかという質問。これは相手の女を口説きたいなら敬語ではなく、途中で絶対にタメ口にしてください。なぜなら敬語だと女と距離感ができてしまって、なかなか親密になれず、お持ち帰りしにくいからです。例えばいつまでもお互い敬語で喋ってるカップルなんていないですよね。そう、私たち男は狙った女となるべく早くカップルのような関係性にならないといけないので、できるだけ早くタメ口にする必要があります。もしね、デート中もずっと敬語のままでそのままお持ち帰りの打診とかをしてしまうと、え、お前今まで敬語で割と距離感あったのに急にめっちゃセックスしようとするやんとなります。なので相手が年上の場合でも途中でタメ口に切り替えるべきで、相手の女にも自分に対してタメ口で話させるべきです。ただ最初から慣れ慣れしい感じでタメ口なのも相手の女によってはうざがられるので、序盤は敬語で言って2、30分くらい話して慣れてきたらタメ口に切り替えましょう。私は LINE のやり取りの段階でタメ口になった場合のみ、待ち合わせた時からタメ口でいきます。 LINE で敬語だった場合は最初の2、30分は敬語で、その後タメ口にするといった感じです。これをね、徹底してください。デートでどうやって会話の主導権を握りリードしていくかっていうと、適切な質問をすることで会話をリードしてきます。デートの会話は基本こちらからの質問をベースに進めてください。なぜなら女は基本的に自分から話を振ってくることはないので、男が主導権を握って会話を進めていかなければいけないから。そしてこちらから相手に積極的に質問をして、相手に多く自分の話をさせることで距離感が縮まるからです。さっきも言いましたが、実際にデートを繰り返していると分かるんですが、多くの女っていうのはあっちから話題を振ってきてくれたり、積極的に私たちに質問をしてきたりなどをしません。キャバクラとかだったらね、女が男に話しかけるのが仕事なので、キャバ嬢があちらから積極的に自分に話しかけてくれて、話題もあちらから提供してきますが、素人の女とデートをすることになってもあちらから話題や話を展開してくれません。これは女の性格が悪いとかではなく普通のことでして、女は初対面の男に対して警戒してますし、緊張して話せませんから、デートでは基本的に男が会話をリードしなくてはいけないんですね。どうやって会話の主導権を握りリードしていくかっていうと、適切な質問をすることで会話をリードしていきます。女を口説く上で重要なのは間違いなく質問力です。なぜなら質問力さえあれば会話は無限に続きますし、質問をして女の話を引き出すことで仲が親密になり、彼女ができたりやれたりすることが可能になるからです。後からフレーズ100選の方でも紹介するんですが、例えばデートで使える質問テンプレを簡単に紹介すると、あ、今日はお休み、てか出身はどこ、いつもどこら辺で遊んでるの、などの質問をこちらからして会話を進めていきます。ポイントは、質問をして回答が来たらそれに対してリアクションして、さらに深掘った質問をしていくということです。例えば、あ、てかアプリで何人かあった、一人だけあったかな、え、どうだった、って感じ、あー、そうなんだ、タイプじゃなかったの、なんか写真と違いすぎて、あ、マジ写真とどう違うの、写真より全然太ってたね、ウケるんだけど、それがダメだね、もうその人と会わないの、もうちょっと会わないかな、なるほどね、てかどういう人がタイプなの、
みたいな感じです。こちらから質問をしてその回答にリアクションを取り、さらにその話題を深掘った質問、そしてまたその回答にリアクションを取りというのを繰り返していきます。これを繰り返していけば会話っていうのは無限に違和感なく続いていきます。逆に会話が下手な人っていうのは質問もバラバラでリアクションも薄いのが特徴です。例えばアプリで何人か会った、1人と会ったかな、あ、そうなんだ、てかお休みの日は何してるの、家でゴロゴロしてるかな、あ、なるほどね、仕事はどう、ぼちぼちかな、あ、そうなんだ、みたいな感じで質問も話題を深掘るような質問ではなく、リアクションも薄いのでこの人私に興味あるのかなと話していてつまんないと思われます。なので質問プラスリアクションプラスその話題を深掘った質問というのを繰り返していくというのが非常に大事です。で、リアクションの取り方、スタンスというのも非常に大事で、リアクションが薄かったり相手の話を聞くスタンスが下手だったりすると相手はあなたともっと話したいと思わなくなってしまいます。当たり前ですよね。あなたも誰かと話していて、へえ、そうなんだ、みたいな感じで相手のリアクションが薄かったら話す気が失せますよね。女と会話をしていく上でのポイントは、え、それでそれでその話もっと聞かせてというスタンスでいることです。会話が下手な人というのは何を話したら自分は嫌われないかな、好かれるのかな、どうやったら相手に自分をアピールできるかなと常に自分のことばかり考えて会話を進めているので、相手の気持ちを汲み取れず自己中心的なつまらないコミュニケーションをしているんです。逆にモテる男っていうのは相手が気持ちよくなるような楽しくなるようなコミュニケーションを常に心がけているので、相手の女もモテように心を開き股も開くんです。デートの会話についてよく最近女の間で流行ってるものとかもわからないし話についていく自信がないんですがどうすればいいですかというのを多くの人に聞かれるんですが、別にこっちは何も知らなくても話題についていけなくてもいいんですよね。大事なのは、え、それ知らないからもっと教えてよというスタンスです。例えば見た目はどういう人がタイプなの、芸能人で言うと、韓国の俳優なんだけどパクソジュンって人が好きかな、そんな人いるんだ、韓国人全然知らないな、なんか写真ないの、あ、これこれ、あー確かにかっこいいわ、俺に似てるね、え、似てる、めちゃめちゃ似てるでしょ、じゃあ韓国系の見た目が好きなの、最近はそうだね、あー韓国系やっぱ人気だね、今まで付き合ってきた人もそんな感じの見た目、いやでも付き合ってきた人たちは違うかも。このようにもっと聞かせてくれというスタンスで常にいることがデートのコミュニケーションで非常に重要になります。今言ったことをやっていけば無限に会話を続き、女にこの人と話していて楽しいなと感じさせることができます。ただですね、私たちがデートをする目的というのはただ女と楽しく話すためではありませんよね。私たち男の目的っていうのはデートをして女を口説き落とし、お持ち帰りまで行き付き合ったりセフリになったりしたいわけです。なのでデートではこの人と話していて楽しいと思われるだけではなく、この人と付き合ったりセックスがしたいと相手の女に自分を男として意識させなければいけないわけです。自分を男として意識させないでいきなりお持ち帰りや告白をしようとすると高い確率で失敗します。例えばデートで普通の友達とするような趣味などの日常会話をしていただけでいきなり家やホテルに連れ込もうとすると、おいおいホテルかよ、いきなり表現するやん、さっきまで友達みたいな感じの会話してたのにいきなり下心出してくるやん、まだそんな距離感じゃないんだけど、なんてことになります。デートの会話で趣味は何ですか、お休みの日は何をしてるんですか、なんていう誰でもできるような当たり障りのない会話なんかをしても距離が全く縮まらないので、好意を伝え自分を男として意識させる必要があるんです。なので会話の中で自分を男として意識させて、俺はお前を狙っているというのを示し、女性と距離を近くしておかなければなりません。どうやって自分を男として意識させるかっていうと、会話とボディタッチで相手に自分を男として意識させます。会話の中で相手に好意を伝え積極的にアプローチをしてきます。例えば、てか写真より実物の方がいいよねと遠回しに褒めてみたり、てか〇〇ちゃんタイプだわといきなりストレートに好意を伝えてみたり、え、ちょっと待って俺たちめっちゃ気が合うねと無理やり大げさに気が合うと言って冗談っぽく好意を伝えてみたり、こんな感じで徐々に距離を縮めてジャブを打ってきます。そうすると相手はあなたを友達としてではなく、あなたを男として意識し始めるので、お持ち帰り打診や告白打診が通りやすくなります。また一番男として意識させるのに効果的なのがボディタッチ。正直うまく喋れなくても会話が大して盛り上がらなくても全然お持ち帰りできますし、実際私もお持ち帰りした経験がありますが、ボディタッチを全くせずにお持ち帰りをしてセックスしたことはほとんどありません。異性とのコミュニケーションで一番距離が縮まるのは間違いなくボディタッチです。少しの会話とボディタッチさえあれば女をデートで口説いてお持ち帰りまで持っていくことは全然可能です。あなたは今うまく女と話す方法を知りたいと思ってるわけですが、もっと言えば女と仲良くなってセックスする仲になる方法を知りたいわけですよね。もちろんね、デートで話すこと話題っていうのも大事なんだけど、それ以上に女と仲良くなってセックスする仲になるために一番大事なのは間違いなくボディタッチです。ボディタッチをすべきなのは分かったけど、そのボディタッチをどうやってするかですよね。人によっては自分なんかがボディタッチをしたら嫌われそうと考えてアプローチができなかったり、とにかくボディタッチをすれば
ればいいのかということで、女に対してキモい触り方をしてしまって嫌われたりする人がいると思います。これでは女をお持ち帰りすることはできません。なので今回は正しいボディタッチの仕方について話してきます。まずはボディタッチをする箇所について。デートで女に対してボディタッチしていい箇所は胴体以外の肩、手、腰、髪の毛です。まだセックスをしていない浅い関係性で胴体とか体の中心に近いところを触ってしまうとピショッと引かれる可能性が非常に高いです。なのでまずは手や肩のボディタッチから始めましょう。手や肩に触れることができたら次は腰、その次は髪の毛といった感じでボディタッチをしていきましょう。実際にボディタッチをするときはなるべく自然にする必要があります。ぎこちなく触ったり、恐る恐る触ろうとしたり、触っていいなどと許可を取ったりするのはキモいと思われます。なので自然に堂々と触れていきましょう。あと大事なのは触れるタイミングですね。会った瞬間、初対面の時からベタベタ触ってしまうと引かれる可能性が高いです。なのでボディタッチは2回目のデートで積極的にやっていきましょう。なぜなら2回目のデートに来てくれてる女っていうのは1回目のデートであなたの見た目を実際に見て、もっとあなたのことを知りたいということでわざわざ化粧をして着替えて電車に乗ってデートに来てくれてるわけなので、ボディタッチはそういう脈がある女に対してやるのがベストです。脈がない女に対してボディタッチをしてもキモいと思われるだけなので、ボディタッチは2回目のデートに来てくれる脈がある女に対して積極的にやっていきましょう。でここからは実際のボディタッチの仕方なんですが、まず手に触れる場合は、てかネイル綺麗だね、ちょっと見せてよと触れてみたり、え、てか手ちっちゃくないとお互いの手を合わせてみたり、2軒目のバーで横隣の席になった時に女の手に自分の手を上から重ねてみたり、ご飯を食べ終わってお店を出た瞬間にバシッと手をつないでみたり、このような感じでタッチしていきましょう。肩に触れる場合はねえねえちょっとそこの醤油取ってよと肩をトントンしたり、横隣に座っている時に肩と肩がギリギリ触れるように座ってみたり、公園のベンチに2人で座っている時に手を後ろから回して肩を抱いたりですね。腰に触れる場合は横隣のバーで腰を軽くタッチするのもありですし、ご飯を食べ終わって2人で夜道を歩いている時に腰に手を当ててエスコートするようにタッチしたり、歩いている時に自分の方に引き寄せるようにタッチしたりですね。髪の毛に触れる場合は横隣の席に座っている時に相手の肩に手を回してそのまま手で髪の毛をくるくるすると自然です。また別れ際や待ち合わせた瞬間にシンプルにハグをするのも非常に有効です。外国人はね、挨拶でハグをする習慣がありますが、日本人はハグをする文化がないので、当たり前かのように会った瞬間や別れ際にハグをすると相手と距離が縮まり、その後の関係性がうまくいきやすいです。今言ったようなボディタッチをデートで手から順番にしていくと、女はドキドキして徐々にムラムラしていき、セックスしたい気分になってきます。ボディタッチでドキドキさせムラムラさせることができれば、女をお持ち帰りすることがマジでめちゃめちゃ簡単になります。甘い言葉もうまい口説きのテクニックもいりません。日本人で自然にスムーズにボディタッチできる男性というのはすごく少ないので、うまくやることができれば他の男と差別化できてモテモテです。多くの男性っていうのはデートの会話をこねくり回して女を落とそうとするんですが、そんな小細工よりもボディタッチを一発する方がよっぽど効果があります。次はデート中のボディランゲージ自信についてお話しします。ボディランゲージというのは身振り手振りで意思を伝え、コミュニケーションを図ることで、言語を用いず非言語コミュニケーションで意思疎通を図る手段の一種です。要は普段の振る舞いや仕草、所作のことで、気持ちの男とモテる男ではボディランゲージに大きな違いがあります。気持ちの男のボディランゲージっていうのは、まず姿勢は猫背、視線も人と喋るときに目を合わせられずキョロキョロしていて、手や足の動きっていうのもどこかバタバタ、とにかく全体的に落ち着きがなく自信がなく見えます。逆にモテ男のボディランゲージっていうのは、姿勢は胸を張り、視線も喋るときはまっすぐ相手の目を見ていて、手や足の動きっていうのもゆっくりで非常に落ち着いていて自信があるように見えます。例えばローランドやガクト、本田圭佑なんかを見ると、とにかく堂々としていて、喋り方や動き方っていうのも超マイペースでゆっくりですよね。故に男として自信があるように見えるわけです。男はこのボディランゲージで自信があるのかないのかっていうのが一瞬で分かってしまうんですね。具体的なボディランゲージ、仕草や所作をどのようにすればいいかっていうと、無駄に動かない、全ての動きを 0.8 倍速にする、沈黙にビビらず相手の目をじっと見る、胸を張って座り歩くです。まず無駄に動かない、全ての動きを 0.8 倍速でゆっくりにするというのは非常に重要で、気持ちの男っていうのは女の前で緊張して無駄に動きすぎてしまったり、体の動きや喋り方が無駄に早かったりします。このような動きをしてしまうと、一瞬で相手から、あ、この人緊張してるな、女になれてないんだなと思われて、デートが成功しにくくなります。なのでデートに行く際は自分の動きっていうのをゆっくり、そして無駄に動かないっていうのを意識しましょう。また女とのデートの悩みで必ず上がってくるのが、会話がうまく続かず沈黙の時間が多くあるのですがどうしたらいいですかという悩み。恋愛初心者の頃はデートの会話に慣れてないのでうまく会話が続かず、どうしても沈黙の時間が長くなってしまう、沈黙の時間が気まずくてあたふたしてしまうっていうのを誰もが経験します。私もね、実際に経験しました。デートで沈黙が続くと気まずくて仕方ないですよね。こういうデートで沈黙になった時に、あなたが気まずそうにしていたり、沈黙の時間に耐えられずあたふたしてしまったりすると、相手
手の女っていうのはすぐあなたの所作や表情からあたふたしてるのを察知して、あ、この人沈黙に耐えられなくてあたふたしてる、男らしくないなというのをあなたにすぐ感じます。そうなってしまうと相手からよく思われません。ではどうすればいいか。そもそも別にデートで会話が続かず沈黙になるのって悪いことではないってことを知ることです。ダメなのは沈黙にビビっている、沈黙になってあたふたしてるのがいけないんです。なので沈黙になっても特に気にする素振りを見せず堂々とし、沈黙の間も相手の目をしっかり見つめながら自分のペースで次の話す話題を考えていくというのが重要です。相手とちゃんと目を合わせられるっていうのは自分に自信がないとできないことなので、相手の目を見つめることで自分の自信というのを相手に示すことができ、ドキドキさせることができます。自信を持って目を見つめているとデートしてる相手の女は、え、どうしたの、そんな見ないでよみたいな感じで照れるので、いや目綺麗だなと思ってみたいなことを言ってストレートに口説いていきましょう。かといってじろじろ見たりガミみたいな感じで相手を見ると警戒されるので、相手の女の後頭部を前から見るような感じでスッと目を見つめるというのが効果的です。またデートをしてる時の姿勢っていうのもめっちゃ重要。キモテの男は姿勢が常に猫背で小さくなっていていかにも自信がなさそうです。なのでデートの待ち合わせからしっかり背筋を伸ばし胸を張って相手の女と対面し、お店の席についても背筋を伸ばして胸を開いて堂々と会話をするようにしましょう。ではいよいよここからデートでやれる神フレーズ100選を紹介します。実際に私がデートでフレーズを使っている実録音声付きで紹介します。前半はデート序盤で使えるフレーズを紹介して、中盤は徐々にアプローチするための距離感を縮めるフレーズ、動画の後半は告白のフレーズやお持ち帰りするときに使えるフレーズを紹介します。フレーズを言うときのニュアンスや空気感も実際に私が女とデートで話している実録音声によって完璧に分かるので、めちゃくちゃ有益な内容になっています。ここからはフレーズを覚えるためにメモの準備をして、メモを撮りながら動画を視聴してください。一つ目のフレーズは今日はお休みです。これはねデートの会話の始まりで使います。例えば、あ、はじめまして、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よし、じゃあ行こうか。今日はお休みですか？はい、お休みです。あ、いいですね。お休みはカレンダー通りですか？基本的にカレンダー通りです。そうなんですね。そしたら一緒ですね。ここら辺はよく来ますか？デートで待ち合わせてからはこんな感じで自然に序盤の会話を進めていきましょう。このフレーズを使うことで自然に日常会話に入っていくことができます。今日お休み？休みです。お休みですか？お休みカレンダー通りですか？そうですね、基本的にカレンダー通りです。あ、いいですね。一緒ですね。そしたら、あ、そうなんですか。フレーズ2つ目、来てくれてありがとうね、調子どう、元気です。とにかくデートでは第一印象、ファーストインプレッションが大事です。なので待ち合わせた瞬間には調子どう、元気と聞いて会話を進めていきましょう。1回目のデートで使っても OK ですが、慣れ慣れしく思われる可能性もあるので、信頼関係がある程度できている2回目のデートで使うのがおすすめです。例えばこんな感じ。こんにちは。こんにちは。じゃあ行こっか。来てくれてありがとうね、調子はどうですか、元気。調子？元気だよ。おー、よかった。なんでよ。こんな感じです。待ち合わせた瞬間にこの質問をすることで、初めから会話の主導権を握ることができ、デートに慣れてる感、爽やかな感じ、チャラい感じを演出することができます。では実際の音声をお聞きください。調子どう？調子どう？いや、一緒に行きますか？何の調子？調子調子。何の調子？仕事？全体。全部？何も変わりない。マジ？はい。じゃあいいんだ。え、調子いいんだ。じゃあ調子、うん、別に悪くない。楽しい、いいね、楽しい人生。楽しい人生。それは持ってるけど。いや、いいっしょ。別に持ってないっしょ。友達、うん、友達と遊ぶの楽しいから。あ、どっか行った？え、行きました。どこ？昨日、うん、あ、昨日はディズニー。あ、ディズニーは、え、なんか怖い怖い。え、ディズニー行ったんだけど。行った顔してる、行った顔してるもん。嘘だよ。いや、ほんとほんと。え、怖いんだけど、なんでわかんの？怖いよ。え、怖い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 。怖い怖い怖い。なんでわかったの？顔がディズニー。意味わかんない、意味わかんない。あ、チョス。何そのページ。元気？元気？こんな感じで会えばスムーズに会話に入ることができ、いい印象でデートが始まります。この待ち合わせた瞬間の第一印象っていうのはかなり大事です。第一印象っていうのがいかに相手に影響を与えるかっていうのを忘れてはなりません。見知らぬ人に対して判断を下す時の鍵となるのがこの第一印象。第一印象とは外見のような表面的な手がかりに基づいて他者を瞬時に判断することです。一目見ただけで人の印象は決まり、実際のところそれ以上長い時間その人を見ていてもそこまで評価は変わりません。ここでいう判断とはその人が信頼できるかどうか、
いい遺伝子を持ってるのかどうか、さらにはこの人とセックスがしたいかといったその後の関係に影響を及ぼすような判断のことです。人は一瞬の顔の表情、話す言葉だけで人の性格を見極めてしまう習性があり、初めて出会った人に対して何も知らないのにもかかわらず、会った瞬間の第一印象でその人がどんな人なのかを直感的に判断してしまうんです。だから待ち合わせた瞬間、デートで女と初めて会う瞬間にあたふたしていたりなよなよもごもごしていると、相手からの印象はずっと自信のないモブキャラになってしまいます。なのでデートで待ち合わせた時は、来てくれてありがとうね、調子どう、元気と笑顔で爽やかにこの質問をしてください。ちなみにこれは補足なんですが、デートに行く際は必ずお店は事前に決めておき、必要があれば予約しておきましょう。待ち合わせてからデートのお店を決めるというのは絶対にしないようにしてください。これでは絶対にエッチできません。待ち合わせてから店に行くまでに店がなかなか決まらなかったり、うだうだして無駄に駅から歩かせたりしてしまうと女からの評価がガタ落ちします。おいおい、こいつ予約してねえのかよ、なんか優柔不断だし男らしくないな、この男ないわと思われます。なので事前にお店をリサーチして予約しておくか、行くとこは決めておきましょう。予約しておくだけで全然評価が違います。フレーズ3つ目、全然寝れなかった構文。これはデートで待ち合わせてお店に向かってる時、デートの序盤で使えます。例えば、調子どう、元気、うん元気だよ、いやー今日のデート楽しみすぎて全然寝れなかったわ。絶対嘘じゃん、いやガチガチ楽しみすぎて9時間くらいしか寝れなかったわ、いやそれめっちゃ寝てるから、とか、来てくれてありがとうね、楽しみすぎて昨日かなり夜更かしちゃったよ。え本当、うん昨日は10時くらいまで起きちゃってた、いや全然早ねやんみたいな感じです。この寝れなかった構文も序盤でかなり受けが取れますので、ぜひ使ってみてください。デートの序盤っていうのはお互い緊張してるので、こういうジョークを挟んで緊張をほぐすのがいいですね。ファーストインプレッションでこの人ユーモアがある人なんだなと思わせて好印象を与えることができます。実際の音声がこちら。今日のデート、楽しみすぎて全然寝れなかったわ。本当に、絶対そうでしょ。もう9時間ぐらいしか寝なかった。え9時間ぐらいしか寝なかった。9時間めっちゃ寝てるじゃん小学生ぐらい寝てるじゃん寝なかった全然。えじゃあいつももっと寝るの？えそういつもはもう8時とかに寝るけど、今もう10時ぐらいまで、いやもう寝ちゃってたよね。10時には寝ちゃってた。寝てるやん、夜更かしちゃった、楽しみすぎて。あそうなんだ。そんな久しぶりじゃない。え久しぶりでしょ。そうですか。あ今日楽しみで。どうですか？全然寝れなかったね。嘘って絶対嘘ね。マジマジマジ。信じない。9時間くらいしか寝なかったね。いやめっちゃ寝てる。えマジで寝なくて、いつも何時間寝てるの？全然寝なかったね。楽しみで。ぜひ使ってみてください。フレーズ4つ目、この辺はよく来るの、序盤の日常会話で使えるフレーズです。あこんにちは、ゆうきです。こんにちは、まりこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。この辺はよく来ますか？あーたまに来ますよ。あ本当ですか？飲む時とかですか？そうですね、友達と飲む時は割とここら辺ですね。あーじゃあ一緒ですね。お酒は強いですか？みたいな感じですね。序盤は当たり障りのない日常会話から始めていくといいので、この辺はよく来ますかというフレーズは使いやすいです。フレーズ5つ目、今日ピュアルクだね。これはデートに来た女が自分と同じ色の服を着ていた時に使えます。例えば、え？てか今日ペアルックだね。あ、ほんとだ、ウケる。だと思ったんだよね。まるまるちゃん黒で来るかなと思ってたから、ちゃんと黒にしてきたわ。え？なんでわかったの？いやもうメッセージの時点でシンパシー感じたよ。今日黒で行くよって。絶対嘘じゃん。とか、え？てか今日ペアルックだね。あ、ほんとだ。真似しないでよ。なんかメンヘラバカカップルに見られるじゃん。大丈夫大丈夫。とか、てか今日遅くだね。あ、そうだね。俺のこと好きすぎでしょ。違うから。みたいな感じです。笑わせることもでき、自分を男として意識させることもできます。てか、今日ペアルックだね。え、合わせてきた？ほんとだ。やばいね。やばい。黒で来ると思ってたから、黒にしていた、ちゃんと。え、そんなことある？え、ほんとに？ほんとにほんとに。まあ、分かったよ。なんでわかるの？フレーズ6つ目、緊張するね。このフレーズを緊張していない感じで落ち着いて言うことで場を和ませて、逆に緊張していないことを相手にアピールすることができます。例えば、なんかこういうの緊張するね。しますよね。え？本当にしてる？してますって。いや、緊張してるようには見えないからさ。本当に結構してます。ツッチーくんこそしてないように見えますね。超頑張って緊張してないふりしてる。うまいでしょ？とか、なんか緊張するね。しますね。だって緊張して手震えてるもん。嘘じゃん。みたいな感じです。あえて緊張するねと言って、その場の緊張を和ますことができます。フレーズ7つ目、人見知りしますか？このフレーズはデート序盤の会話のウォーミングアップとして使えます。例えば、まるまるちゃんは人見知りとかしますか？あー、最初は結構しちゃうかもしれないです。意外ですね。全然しなさそう。結構言われるんですけど、全然しちゃいます。そうなんですね。じゃあ僕と一緒ですね。え？本当ですか？本当っす。でも人見知り同士だと逆に喋ります。逆にね。とか、〇〇さんは人見知りとかする方ですか？私はあんまりしないですね。
あ、やっぱそうですよね。人見知りとは無縁の人生を送ってそう。でも私結構おしゃべりすぎて逆にあれかも。いや絶対おしゃべりな人の方がいいですよ。こちらとしては話しやすいし。そうですかね、ならよかったみたいな感じですね。デートの序盤はこのような無難な話題でウォーミングアップをして会話を温めていくと徐々に相手が心を開いてくれます。人見知りとかします？結構する方かもです。え、するんすか？意外ですね。いやいやいや、全然しなさそう。じゃ僕と一緒ですね。一緒なんですか？一緒ですよ。話しやすい。でも逆にあの、人見知り同士だとね、逆に喋れますよね。逆にね。フレーズ8つ目。てか、出身はどこ？これは会って間もない1回目のデートのつかみの会話で使えますね。例えば、てか、出身ってどこ？茨城の筑波だよ。あー、筑波なんだ。めっちゃいいとこだよね。一番好きだわ。え？行ったことあるの？当たり前じゃん。ファミマとかセブンとかあっていいよね。いや、どこにでもあるでしょ。みたいな感じです。実際の音声がこちら。出身は？出身は長野県。あ、そうなんだ。今一人暮らしで。そうです、そうです、そうです。偉いね。松本。え、なんで知ってんの？松本氏知ってるんですか？知ってるよ。松本、一番いいじゃないですか。そうなんです。長野いいよね。行ったことあります。ほら、めっちゃあるよ、長野。ファミマとかあるよね。あー、まあ、うんうん。ファミマとかね。うん、まあ、あるある。まあ、セブンもあるし。あるある。さすがにね、それは。いいとこですよね。うん、めっちゃいいとこ。めっちゃいいとこ。あの、ローソンとかもあるし。あ、そうだ、ローソンもあるんだ。てか、出身どこ？出身？出身どこ？栃木。栃木？うん。あ、栃木ね。うん、宇都宮。あ、宇都宮？うん。あ、宇都宮ね。なになに？宇都宮一番好きだわ。え、そうなの？なんでなんで？え、なんかさ、いろいろあるじゃん。餃子？ファミマとかさ。あ、ファミマあるね。うん、セブンとかもあって。セブンある。いいよね。いや、どこにでもあんじゃん。何それ。こんな感じで会って間もないタイミングでこうしたユーモアを入れることで主導権を握ることができます。フレーズ9個目。普段はどこら辺にいることが多いですか？これはマッチングアプリ内で女とやり取りするときに使えるフレーズです。女といざマッチしても一体何を送ったらいいかわからないと思う男性はめちゃめちゃ多いです。またアプリでメッセージをしている途中でぶちられることはめちゃくちゃあります。テキストベースでコミュニケーションを取るのは実はかなり難しいですね。顔も見えずニュアンスも伝わりにくいので変なキモいメッセージを送ってしまうと一瞬で返信が返ってこなくなります。これではね、目的とするデートまで行きません。なのでアポを取るためにアプリでのメッセージはある程度型を決めてやり取りする必要があります。その時に使えるのがこの普段はどこら辺にいることが多いですかです。まず女とマッチしたらマッチ嬉しいです、ツッチーです、よろしくお願いしますと送ります。そうするとこちらこそありがとうございますと女の子から来ます。その後にとりあえずこの普段はどこら辺にいることが多いですか、いや普段はどこら辺で遊ぶことが多いですかと送ることでスムーズにメッセージのやり取りをすることができます。これを送ると大体渋谷とか表参道が多いです、ツッチーくんはみたいな感じの返信が来るので、そしたらおお僕も渋谷とかが多いです、お酒は飲んだりしますかと送ります。そしたらお酒飲みますよ、頻繁ではないですがたまに飲みますよと来るので、おお僕もお酒が好きなので嬉しいです、休みの日は何をすることが多いですかと送って、友達とカフェに行ったりしますねとかヨガに行ったりしますねなどと来るので、そしたらそうなんですね、今度お茶かご飯でも行きませんかと送りましょう。そうするといいですよと来るか、もう少しやり取りしてからでもいいですかと来るので、いいですよと来た場合はそしたらここ気づきにくいので LINE しませんかと送って、その後 LINE を交換し、もう少しやり取りしてもいいですかと来た場合はそうしましょう。てか映画好きなんですね、映画は何見ますかと送って、もう少しメッセージのやり取りをしてからまたご飯に誘いましょう。だいたいこの流れでメッセージを重ねればアポの約束をスムーズに決めます。アプリや LINE でのフレーズっていうのは表情とか空気感がわからない分めちゃくちゃ大事なのでしっかり覚えていてください。フレーズ10個目、決まった？これは注文するときに使えるユーモアフレーズです。飲食店につき相手の女がメニューを開いた瞬間に決まった？と言うと受けます。例えばどうしようかな、決まった、いや早い早いみたいな感じです。デートで席についた瞬間やメニューを開いた瞬間に決まった？と聞くと大体笑うのでおすすめです。ちなみにデートでメニューを決めるときは何食べたい、どうしようか迷うなぁとうだうだ決めるのではなく必ずこちらが即断即決で決めましょう。例えば〇〇ちゃん嫌いな食べ物ある、特にないかな、 OK じゃあ適当に頼んでシェアしようか、なんか食べたいものあったら言ってと言って食べるものも決めちゃってください。相手に気を使いすぎてメニューを全然決められないのは男らしくなく評価が落ちます。なので嫌いなものだけ聞いてあとは自分が適当に決めちゃうのがベストです。これを覚えておいてください。え、決まった？え、
早い早い。フレーズ11個目、手を褒めて笑わせる。これは自然なボディタッチから相手をいじることで笑いを取ることができます。例えば、てか手綺麗だね、よく言われる？そう？あんま言われないかな。ちょっと見せて。いやー綺麗だね、野球選手みたいな手してる。ちょっと待って、ディスってる？ディスってない、ディスってない、いい意味で。とか、てかネイル可愛いね、ちょっと見せて。可愛いでしょ、いいな、今度そのネイリスト紹介してよ。絶対行かないでしょ、みたいな感じです。手の話題に持っていくことで自然と手に触れ、距離を縮めることができて、さらに笑いを取ることができるので、この一連の流れを覚えていきましょう。ボディタッチは女と距離を縮める上でかなり有効なんですが、いきなり最初から肩を抱いたりとかしてしまうのは惹かれてしまうので、体の先端の手のボディタッチから始めてください。手であれば大丈夫です。てか手綺麗だね、よく言われる？手綺麗じゃない？全然。あんま言われない？あんま言われないです。なんか野球選手みたいな手してる。褒めてないですね。フレーズ12個目、アプリで何人か会った。これは相手に好意を示すときに使います。例えば、てかアプリで何人か会った。3人くらい会ったかな。スッチーくんは？そうなんだ、俺も2人くらい会ったけど、あんまりタイプじゃなくて、その後は特に何もないね。あ、そうなんだ、でも今日はめっちゃタイプの人来たんでびっくりします。本当かな、みたいな感じです。実際の音声がこちら。2人のその会った人とはもう何もないんで。あー、そうだね、あんまって会ってないです。どっちかですよね。そうだね、今日タイプだったんでびっくりしました。私ですか、はい、あ、嬉しいです。ありがとうございます、はい、よかったです。気まずなんで、なんか気まずえ、そうかな。え、そう、気まずいです。でも今日びっくりしましたね。え、いや2回ぐらいあったんですけど、あれだったから。あれって何？え、まあ、あれだったから。どういうこと？え、た楽しくなかったか。いや違う違う違う、可愛くなかったとか、なんか違った。あ、可愛くなかった。可愛くなかったからちょっとびっくりしましたね。でも写真は可愛かった、まあ、まあ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 、でもまあ分かんないじゃないですか。うん、だからびっくりしましたね。はい、こんな感じで使ってください。相手の女に好意を伝えるときというのは、思い切りストレートに好意を伝えるか、冗談っぽく伝えるかを使い分けてください。毎回毎回真面目にストレートに好意を伝えすぎても、もう分かったからとなってくどいので、序盤は冗談っぽく好意を伝えて、2回目3回目のデートでストレートに好意を伝えましょう。フレーズ13個目、マスクするともったいない。マスクが美人のレベルを下げてますよ。これはナンパするときやデートの会話で相手を軽く褒めるとき、相手がマスクを取るのを恥ずかしがってるときや、帰るときに相手がマスクをつけるときに使います。てかマスクするともったいないね。これは逆にマスクが美人のレベル下げてますよ。そんなことないでしょう。いや本当に本当に逆マスク過ぎだね。はははとか、マスク取るの恥ずかしい。いやいや、まるまるちゃんがマスクしてるのもったいないから、なんならマスクのせいで美人のレベルが下がってるよ。本当かな、いやマジマジ、みたいな感じですね。まだコロナ禍でマスクをつけてる女が多いので、そこで使えるフレーズです。マスクするとなんかもったいないね。いや、そんなことないですよ。逆マスク詐欺っすね。フレーズ14個目、写真より可愛いね。マッチングアプリにいる女っていうのはほぼ全員加工アプリで写真を撮っていて、正直 99% の女は写真と実物がかなり違います。で、本人たちもね、それを承知の上で加工してるわけですが、そんな女は男と会う時に写真と実物違くて惹かれないかな、大丈夫かなと気にしています。なのでそこで写真より実物の方がいいねと言ってあげることで、相手の女を安心させることができます。なのでこのフレーズもおすすめです。デートで相手の女が言われて嬉しいことをさらって言えるっていうのはかなり好感度が高いですし、あ、この人こういうことをさらって言えるってことはモテるんだなっていうのを相手に示すことができます。実際にそのフレーズを言ってるのがこちら。来てくれてよかったっす。、はい、大丈夫でした。大丈夫でした。大丈夫でした。あ、大丈夫、大丈夫です。すごい疲れ切ってるけど。いやいやいや、もうぐしゃぐしゃだし。大丈夫っていうか、大丈夫って言うんですか。なんか全然違った。あ、写真より可愛いですね。綺麗っすね。はい、あ、本当ですよ。言わせた感すごいけど。いや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 、そんなことない。てか、あれだね、写真より可愛いね。嘘、本当に？写真より全然可愛いじゃん。え、めっちゃ嬉しいんだけど、結構持ってたからさ。嘘、いや全然持ってないよ。え、本当？うん、嬉しい。やったわ。なんか実物の方がいいね、全然。嘘、うん、全然って言ったらなんかね、あれだけどね、うんうん、写真にするだけど。でも嬉しい嬉しい、ありがとう。いいよ。
こんな感じです。ただ可愛いねとか綺麗だねとかって褒めるのは誰でも言えるので、少し工夫して遠回しに褒めるのが大事です。写真より実物の方がいいと褒められて嬉しくない女はいないので、ぜひ使ってみてください。ただデートではこびるように女をそこまで可愛い可愛いと褒める必要はありません。なぜなら女は普段からいろんな男から可愛いと言われていて褒められ慣れているからです。マッチングアプリでは何百人の男からいいねをもらい、デートに行けば雑魚男たちがセックスしたいがために可愛いね綺麗だねとベタ褒めしてきます。なので簡単に自分のことを褒めてくる男を雑魚男だと脳が勝手に認識してしまうんです。女は自分より価値が低い男に魅力を感じないようにできているので、価値が低い雑魚男と認識されたら落とすことはできません。なのでこれを見ているあなたは女を簡単に褒めないようにしてください。現代の女っていうのは可愛いと褒められることに日常的に慣れているので、簡単に褒められても大して感情が動かないんですよね。だからデート一度につき1回くらいドストレートに褒める、これくらいの方が女の感情が大きく動きます。感情を大きく動かせれば動かせるほどあなたへの印象が濃くなります。ストレートに褒めて相手の感情を動かすというのを頭に入れといてください。フレーズ15個目、え、今日加工してる。これは相手を褒めるプラス笑わせるユーモアフレーズです。例えば、大丈夫、私写真と違くない、いや、なんなら写真より実物の方がいいよね、もしかして今日加工してる、いや、してないから、目とかやけに可愛くない、大丈夫、ウケる、みたいな感じですね。これは相手を褒めるかつ笑わせることができるユーモアフレーズなのでおすすめです。私写真と違いません、なんか詐欺ってあんま思わなかったですか。全然実物の方がいいでしょ。本当ですか。全然実物の方がいい。なんか今日加工してる加工してるでしょ。目とかやつで今今今加工してきてるよね。してないです。嬉しい。目とかやけにちょっとでかくて可愛いからね加工してるのかな。フレーズ16個目、今日デートだね。このフレーズも相手の女に自分を男として意識させるのにかなり使えます。ポイントはデートという単語を出すというところです。なぜこれが重要かっていうと、デートというものはお互い意識し合っている行為を持った二人が日時や場所を決めて会うことで、ただ友達とご飯に行くことをデートとは言わないですよね。こっちはセックスしたり彼女にしたりしたいのに、友達として見られていたら絶対に成功しないので、会話の中で男として意識させる必要があるんですね。相手の女に自分を一度でも友達フォルダに入れられてしまったら、そこから男として見てもらうのはかなり難しいので、今日はデートだからということで女に俺はお前を狙ってるんだぞと自分を男として意識させることができるので重要なんです。例えば、最近デートとかしてるの。最近は全然してないかな。あー、意外だね。じゃあ今日は久しぶりのデートか。え、そうだね、デートだね、みたいな感じです。実際の音声がこちら。デートしてないの。じゃあしてないです、マジで。今日デートだね。そうですよ、久しぶりデートですよ、私。確かに。そうなの。デート最近してないの。最近デートしてないの。してないです、今日デートだよね。え、今日デートだよね。そうでしょ。今日デートだよね。もちろん。このデートという単語はかなり有効なので、女との会話でぜひ使ってみてください。フレーズ17個目、ここまでどのくらいかかった。3時間くらい。これは相手が少し遠いところから来た場合に相手をいじることで笑いを取ります。例えば、てかどこら辺に住んでんの。埼玉の方だよ。あ、そっちの方ね。そしたらここまで3時間くらいか。いや、そんなかかんないから、みたいな感じです。実際の音声がこちら。ここまで3時間くらいかかった。かかってない。県外じゃん。え、かかってない。ヤマトそんな遠くないっけ。大阪から来たよね。あ、そうか。ちょっと長すぎた。あ、すいません。1時間くらいかな。1時間くらい、うん、近いね。1時間くらいならもうちょろいもんです。てか、どこら辺住んでんの。あのね、埼玉の方。あ、埼玉の方、うん、埼玉どこ。大宮。大宮か、うん、あ、そっちの方ね。うん、そしたらここまで3時間ぐらいかかる。かかりすぎだわ。そんなかかってない。そんなかかってないよ。あ、ごめん、横になっちゃうもんね、それだと。そうだよ。はい、こんな感じです。あなたが相手の女と親密になりたいならいじりましょう。いじったら相手に嫌われるかもしれないから怖いよと思うかもしれませんが、いじることで相手との距離がぐっと近づくので恐れずいじるべきです。ただいじるのは大事なんですけども、重要なのがいじり方です。女はうざいいじり方をされるのやキモい男にいじられるのをめっちゃ嫌います。またテンションが低い暗い男にいじられても全然面白くありません。なので見た目はチャラく明るくして相手が面白くなるようにいじってあげてください。フレーズ18個目、メンズの調子どう。このフレーズはかなり便利なフレーズです。最近メンズの調子どうと聞いて、別に相手の男性事情を本当に詳しく聞きたいわけではなくてですね、こう聞くことで軽くフランクに恋愛の話に持ってきやすく、自分を男として意識させやすいから使ってます。デートの会話で、趣味は何ですか、お休みの日は何をしてるんですか、なんていう誰でもできるような当たり障りのない会話なんかをしても距離が全く縮まらないので、とにかく相手の恋愛事情に迫っていく必要があるんですね。俺はあなたの恋愛事情に興味があり、あなたのことを女として狙ってますよっていうの
を示さなくてはいけません。自分を男として意識させないでお持ち帰りや告白をしようとすると失敗します。例えばデートで普通の友達とするような趣味などの事情会話をしていただけでいきなり家やホテルに連れ込もうとすると、おいおい、いきなりホテルかよ、どうした、さっきまで友達みたいな感じの会話してたやん、まだそんな距離感じゃないんだけど、なんてことになります。なので恋愛の話を積極的にして、俺はお前を狙ってるというのを示して、女性と距離を近くしておかなければなりません。かといって、最近男の子とどうなんですか、最近いつエッチしたの、〇〇ちゃんは最近彼氏候補とかいないのみたいな感じで聞いてしまうのは、これはちょっと重いので、メンズの調子どうと聞くことでフランクに重い感じを出さずに恋愛の話に持ってきやすいです。あとはノリよくフレーズを言えば笑いも取れます。実際に僕がこのフレーズを言ってる様子がこちらです。調子良くないの、メンズの、メンズの調子良くない、最後いつだっけ、あ、ちょ、それなんか、まあ、なんか言うのもなと思って、まあ、会った時に言えばいいかと思ったんですけど、2年いないっていうか、でもちょっとこの間っていうか、なんか元彼と1回復縁したのにすぐ別れたんで、なんかそれをなんかわざわざ言うのもなと思って、2年いないって言っちゃいました。でもいない、もうあれはいないに等しいかなみたいな、私の中で。なるほどね。え、1回復縁したの、この間この間っていうか、でも1月とか、うん、で、すぐまた別れちゃって。ダメだった？うん、なんかダメでした。なんで？え、なんか私がダメでしたし、なんか何がだった、何がっていうか、なんか好きになれるかなと思ったんですけど、うん、ちょっと無理だった。メンズの調子はどうですか？感覚褒めたね。何のメンズの調子は何調子、何もないよ、調子悪いよ。悪いですか？悪いですか？悪くないでしょ。悪いですか？悪いっていうか、別に何もないって感じ。意外と僕ですか？あ、僕は今良くなりました。今良くなりました、ね、いや、本当っすよ、マジで。はい、すごいね、その軽快なノリ。何さん上手なの、話が。話ですか？その話し方は、なんかそういう営業的な感じ。営業的です。タッチ的な。あ、それ、そうなると怪しい。なんかそういうのしてた。よしよし。メンズの調子はどうですか？はい、メンズ、メンズの調子、はい、調子、メンズの調子よく、よくないですか？どうしたんですか？ねえとか言ってこんな感じです。笑いも取れて恋愛の話にも持っていきやすいので、ぜひ使ってみてください。フレーズ19個目、タッチパネルで笑わせる。これはタッチパネルで注文するタイプの居酒屋やファミレスに行った時に、タッチパネルをいじりながら何歌おうかなとつぶやくと受けます。例えば、お腹減ったね、ねえ減ったね、じゃあ何歌おうか、いやこれ電目じゃない、あごめん間違えた、みたいな感じですね。タッチパネルで注文するタイプのお店では、これを言うとかなり高確率で笑いが取れますので、ぜひとも使ってください。フレーズ20個目、今の仕事は楽しい。例えば、今の仕事は楽しい、うん、職場の人たちが優しいから楽しいよ、あ、それはめっちゃいいね、この仕事は長いの、一回転職したから言うてまだ 1,2 年かな、あ、そうなんだ、この仕事の前は何したの、この前は看護師してた、そうなんだ、全然違う職種だね、じゃあ大変だったでしょ、うん、最初はね、でも今はだいぶ慣れた、みたいな感じです。このように仕事について聞いて、相手に自分のことを多く話させるようにしましょう。前にも言いましたが、デートでは自分の情報を自分が話すんではなく、とにかく相手に自分の情報を喋らせることを意識してください。フレーズ21個目、部活何してた、序盤の日常会話で使えるフレーズです。てか学生時代は部活とかやってた、やってたよ、陸上やってた、へえ、陸上意外、え意外、うん、なんか走るのとか嫌いそう、もちろんいい意味で、いい意味でって意外とちゃんとやってた、あそうなんだ、ちなみに種目は、待って当てるわ、当ててみて、円盤投げ、違うわ、マジ絶対円盤だと思った、何やってた、短距離だった、短距離なんだ、確かに足速そう、とか、てか学生時代は何か部活やってた、高校は帰宅部で中学はテニスやってた、あーだよね、テニスだよね、えテニスっぽい、うん、もろテニスでしょ、テニス顔じゃん、これはいい意味だよ、えテニス顔って何、いや可愛い子って中学の時みんなテニスやってるイメージ、どんなイメージだよ、みたいな感じです。部活の話は話が広がりやすいのでおすすめの話題です。学生時代なんか部活やってた、やってましたよ、陸上部です。陸上陸上ですか、はい、全然走んなそうですよね、意外ですね意外ですか、意外意外、走るの嫌いそう嫌いそう、なんかね華やかな感じだから走らなそうじゃないですか。ちなみに種目なんですか、当ててみてください、何だと思いますか、円盤投げですか円盤投げですか、違う、円盤投げっすよ、絶対違います、ふざけてますよね。フレーズ22個目、周りから何て言われる。これはデートの中盤でとても使える質問です。例えば、〇〇ちゃんは周りから何て言われることが多い、性格とかと質問することで、その女がどんな性格傾向かを知ることができ、また相手が自分の性格について深く語ることになるので、より距離が近くなります。例えば、〇〇ちゃんは周りから何て言われることが多い、性格とか、なんだろう、サバサバしてるとかはよく言われるかも、
サバサバ系なんだ。まあ確かにそんな感じするかも。他は？そう、自分では分かんないんだけど、サバサバしてるみたい。あとはなんだろう、意外と真面目って言われる。え？真面目なの？それはギャップだね。もちろんいい意味で。ねえ、みたいな感じです。何度も言ってますが、デートの会話で重要なのは、どんどん相手に自分のことを喋らせること。これがめっちゃ大事。これなんでかっていうと、人間というのは自分の話を親身に聞いてくれる人、深く共感してくれる相手に信頼を寄せるからです。例えば、女は占いが大好きですが、女が占いが大好きなのは、自分のことっぽいことが書いてある占いを見て、ああ、そうそう、当たってる。私のこと分かってるじゃん。と、共感されるのが気持ちいいからです。そう、特に女は自分の話を聞いて共感してほしいという欲求がかなり強いですから、そこでデートした男が自分の話を聞いてくれず、自分の話ばかりしていたり、否定されたり、アドバイスされたりすると、こいつ、全然私のこと分かってねえじゃん。もう次会うのやめよう。なんてことになります。逆に、うまく質問をしてあげて、相手の女に喋らせ、それを深く共感してあげると、私はこの男にこんな家族や親友に話すような深い話をしている。私はこの人と親密な関係なのかなと思うようになり、距離が近くなるんです。なので、うまい質問をして、相手の女の話を引き出すのはかなり大切。そこで使える質問がこの、周りからなんて言われる？です。また、これを聞くことで、相手の性格、恋愛の傾向もざっくり知ることができるので、その後の関係構築もしやすくなります。ぜひ、使ってみてください。周りからなんて言われることが多い？でもちょっとサバサバしてるって言われることが多いかもです。あ、そうなんですか。フレーズ23個目、香水何使ってるの。これは相手とより距離感を縮めたい時に使える質問です。例えば、てか香水何使ってる、めっちゃいい匂いする。え、本当？ディオールの香水だよ。あ、そうなんだ。この匂いめっちゃ好き。ちょっと嗅がせて。いいよ、ほら。あ、めっちゃいいねこれ。女はみんなこれにすべき。嬉しい。みたいな感じです。香水の匂いがする子にこういった質問をして、相手を褒めることができますし、香水を嗅がせてもらう際に自然とボディタッチができたりして距離が縮まるので、この質問は有効です。匂いを褒めるんでしたら、こびてる感が出ませんし、使ってる香水、自分の匂いを褒められて嬉しくない女はいないので、積極的に匂いは褒めましょう。こういった質問をして自然に距離感を縮めていってください。フレーズ24個目、何フェチ。これもデートで使えるいい質問です。例えば、〇〇ちゃんはなんかフェチとかある？フェチか、私は匂いと男の人の胸板とか好きかも。あー、胸板ね。なんで？え、胸板厚いとすごく男らしくて素敵。いやー、わかる。大事だよね。胸板は男から見てもかっこいい。ツッチーくんはフェチとかある？俺も匂いと髪綺麗な人とか好きかも。てか髪綺麗だよね。え、ほんと？嬉しい。みたいな感じですね。こういった感じで、フェチは何かを質問することで、相手の女は男らしさを感じるところを勝手に想像し、自然に意識するようになるので、あなたを男としてさらに見るようになります。逆にフェチは何かと聞かれたら、相手のいいところをフェチに入れましょう。例えば、相手の歯が綺麗なんだったら、歯が綺麗な人好きかなとか、相手の女が肌が綺麗な人だったら、肌が綺麗な人好きかなとかですね。逆に、相手の女の歯並びが汚いのに、歯が綺麗な人が好きなんて言ってたら、切られる可能性があるので、そこは十分に注意してください。てか、なんか、フェチとかある？手とか？あ、手フェチ？手ってどこがいいの？なんか、男性らしさがわかるところ。はい、手のひら？手の甲。あ、手の甲。俺のどう？俺のどう？クリームパンみたい。クリームパン。いいってこと。これはじゃあちょっとなしか、ありかどっち？なしです。なしか、まあ、手はね、手の甲はちょっとダメだったってことね。フレーズ25個目、医学的に。これは少し上級者向けですが、下ネタの話になった時に使えるユーモアフレーズです。例えば、てか〇〇ってスタイルいいよね。え、そう？グアマラスでセクシーだよね。あ、変な意味じゃなくて医学的にね。真面目に医学的にセクシー。何医学的って。とか、元彼とあんまり夜の相性が合わなかったんだよね。あー、そうなんだ。でもやっぱ相性とかは大事だよね。ちなみにどんな感じのセックスだったの？あ、全然変な意味じゃなくて、医学的に、真剣に。何それ？みたいな感じです。下ネタ系はむやみに話すと惹かれる可能性が高いので、下ネタやエロ系の会話は相手の女からしてきた場合のみ話しましょう。その時にこの医学的には下ネタになりすぎず笑いを取ることができるので使えます。フレーズ26個目、え、今〇〇って言った。これは相手の喋ってることが聞き取れなかった場合や、周りがうるさい時に笑いが取れます。例えば、でさ、うちの仕事の同僚がさ、え、ごめん聞こえない。うちの仕事の同僚が、え、うちと付き合ってほしい。急だな。そんなこと言ってない？積極的だね。でもそういう子好きだよねえ。とか、うち犬が好きで、え、顔黒い人が好き。そんなこと言ってない？あ、びっくりした。急に告白されたと思ったわ。みたいな感じです。こんな感じで、わざと聞こえないふりをして、自分の都合のいい風に解釈すると、高確率で笑いを取れます。これを使うときは、明るいキャラ、ノリが大事なので、ふざけたことを言うキャラを作っておきましょう。女に誠実で真面目だと思われるのは、デメリットしかありません。誠実で真面目なキャラで、ホテル打診や、ボディタッチなどのアプローチ。このようなユーモアを入れようとすると、どうしてもぎこちなくなってしまうんですね。しかも、まあ、女っていうのは、慣れてるチャラい男が好きですから、硬い、真面目なキャラでいるの
のはよくありません。イメージとしては海にいる明るくチャラいお兄ちゃんのように振る舞うようにするのがベストです。まあただね、無理やりそんな風に振る舞うのも無理してる感があってキモいので、徐々に自分の性格と合わせて明るく振る舞うようにしましょう。私犬が好きなんですよ。顔黒い人が好き？言ってない。フレーズ27個目、〇〇ちゃんは何歳まで恋愛対象として見れる。この質問をすることで恋愛の話で盛り上がることができます。例えば〇〇ちゃんは男を何歳まで恋愛対象として見れる。さすがに10個上までとかかな。それ以上は見れないかも。まあそうだよね。年上派？年下派？絶対年上派。なんで？なんだろう、年下に甘えられるのとかあんま得意じゃない。土井くんは？ああそういうことね。俺はあんまり年齢は気にしないかな。年齢ってただの数字じゃん。おおかっこいい。まあでもそうだよね、若くてもちゃんとして大人っぽい人もいれば、大人でも中身ガキみたいなやつっているわけだし、年齢では測れないよね、みたいな感じです。こんな感じで恋愛対象について盛り上がれるので、この質問はおすすめです。付き合うなら何歳がいい、何歳までいけるとかでもいいですね。また補足ですが、デートした相手が年上の女の場合、自分の年齢を気にしている場合が多いので、年齢は関係ないということをしっかり伝えておきましょう。そうすることで相手の年上女性は安心するので、その後いい関係性を築くことができます。男は、ね、何歳までいける、恋愛対象として見れる。年上は好きなんですけど、まあでも10個上くらいまで。ああ10個ねとかですかね。ああじゃあ年上派か。年上派です。年下とかと付き合ったことないのか。ないですね。あ、ないんだ。じゃあ今まで全員年上？はい。フレーズ28個目、彼氏できたらどこか行きたいとこある。この質問をしてより具体的に彼氏がいる自分を相手に想像させましょう。想像させるとどうなるか、ドキドキするんですね。女っていうのは想像力が高く、そういうことを想像するだけでドキドキして、そのドキドキによって目の前にいる相手を好きになったり、場合によっては濡れたりしますから、こういった質問を積極的にして彼氏がいる自分を想像させましょう。相手を好きになるからドキドキしてエッチな気分になるんではなくて、もともとドキドキしてるから好きになりエッチな気分になるんです。これを吊り橋効果と言います。吊り橋のような危険な場所や不安恐怖を感じる場所で出会った人には恋愛感情を抱きやすいという心理効果のことで、高い吊り橋の上で怖いからドキドキしてるのに、そのドキドキを恋愛のドキドキと勘違いしてしまい、目の前にいる男を好きになるという理論です。こういった質問をし相手に想像させドキドキさせることで、目の前にいる自分を好きになりやすいという理論ですね。例えば彼氏できたらさ、どこか行きたいとことかある？やっぱ旅行とか行きたいかも。ああいいね。どこ行きたい？沖縄とか行きたいな。ああ沖縄いいよね。カップルで行ったら絶対楽しい。結構出かけたりしたいタイプ。いやでもお家で2人でゴロゴロしてるのも好き。それもいいよね。俺も好き。みたいな感じですね。この質問から話を進めていき、具体的に想像させていきましょう。なんか彼氏できたらどっか行きたいとことかある？デートですか？デート。あ水族館。あ水族館。あそんなベタなとこやっぱ行きたいんだ。行きたいです。そう水族館楽しい？楽しいですよ。そう何するの水族館？一緒に魚見ます。そうだよね。イルカショー見たい。ああいいね。じゃあ今度魚でも食べに行きます。魚好きって言ったから水族館好きでしょ。だからなんか一緒に魚でも食べようかなと思って。食べるのも好きです。そうなんかちょっとあれだね、なんかあのグロい話なんていうかね、見るのが好きなのにごめん、なんか食べるとかねダメだよね、あんまりごめん。フレーズ29個目、結構みんなでワイワイ遊ぶタイプ。これは相手のことを聞くときに使えるフレーズです。例えば〇〇ちゃんは大人数でワイワイ遊ぶタイプ。あんまり大人数では遊ばないかも。一人二人の少人数で遊ぶけど。あそっちのタイプね。俺も陰キャだから大人数苦手。じゃあ一人とかでも何でもできるタイプ。そうだね、割と一人で何でもやっちゃうかも。ああいいですね。僕陰キャの人好きなんで。陰キャじゃないからみたいな感じですね。このように相手のことに興味を持ってるように聞き、おちょくることで関係性を有利に進めることができます。みんなでワイワイ遊ぶタイプ。そうですね。どっち派？少人数の方が好きです。ああ、何人ぐらいで？4人くらいが。え？4人くらい。あ、4人。4人って少人数なの？大人数って何人？10人とか？わかんない。6人とか。2人かと思った少人数って。2人か3人かと思った。2人が好きです。ああ。じゃあいつも4人ぐらいだ、その仲いいグループがあるの？グループっていうか。はい。仲良しの友達と4人くらいで。あいいね。フレーズ30個目。待って、当てるわ。会話の中で相手のことについて推測して、それを言うことで会話を盛り上げることができます。例えば、てか、仕事は何系だっけ？仕事は、あ、待って、当てるわ。ヒントちょうだい。ヒント？ヒントは大変なイメージ。あ、わかった。看護師だ。
正解。看護師なんだ。実際大変？そうだね。今はもう慣れたけど、最初は大変だった。絶対大変だよね。昔に一回怪我して入院したことがあって、その時に看護師さんのことめっちゃ尊敬したもん。この人たち、いつ寝てるんだって。そう、夜勤とか途中、仮眠取ったりしてるからね。あ、そうなんだ。本当にすごいなと、大変だなと思った。とか、てか、まるまるちゃんっていくつだっけ？あ、待って、当てるわ。当ててください。25でしょ。違います。正解は？今年29です。あ、そうなんだ。めっちゃ若く見えるね。みたいな感じですね。相手のプロフィールを簡単に答えさせるんではなく、こういったフレーズを言って時間を作り、楽しませるのが大事ですね。フレーズ31個目。数えるふり。これは数えるふりをして笑いを引き出すトークです。例えば、てか彼氏はいるの？いや、いたらやばいでしょ。あー、確かにそうか。つっちーくんは彼女いるの？あ、彼女。今彼女はね、ちょっと待ってね。いないね。いないんかい。とか、つっちーくんって遊んでそうだよね。いやいやいや、全然だよ。彼女とかいっぱいいそう。いやいや、ちょっとしかいないよ。今は、香里とさやかとみさきと、やばすぎ。まあ、冗談冗談。こんな感じです。ポイントは、わざとらしく数えるということです。真顔でこのセリフを言っても、全く面白くないので、わざとらしく演技していってください。フレーズ32個目。先週の土日は何してた？これは序盤の日常会話で使います。例えば、先週の土日は何してたの？何してたっけ？あ、友達と飲み行ってた。あー、なるほどね。友達と飲んでる時とかって、何の話してんの？何の話だろう？やっぱ恋バナとか。あー、そうだね。女同士だと結局恋バナになるかな。まるまるちゃんは誰の恋バナしたの？私はそんな話ない。友達の彼氏の話ずっと聞いてた。なるほどね。まるまるちゃん聞き上手そうだもんね。うん、割と聞く側になることが多いかも。みたいな感じですね。先週何をしていたかを聞いて、その話を深掘りましょう。先週の土日は何した？何してたっけな。友達と飲み行ってたかも。そういう時って何話してんの？何の話かな。やっぱ女子だと恋バナとか。あ、そうですね、恋バナは結構する。私はあんま話してなくて、友達の彼氏の話はちょっと聞いてますよ。あ、聞いてた。あ、聞く側なんだね。聞くことが多くなっちゃってたかも。あ、確かに。なんか話しやすいもんね。フレーズ33個目。身長180くらいかな、全部で。これは身長が低い人は鉄板で使えるユーモアフレーズですね。例えば、〇〇ちゃん身長何センチ？156くらいかな。つっちーくんは？俺は185くらいかな。あ、全部で。全部？人間性とかも合わせるとそんくらいになっちゃうね。ワンチャン2メートルくらいいっちゃってるかも。受ける。まあ本体は170くらいだね。みたいな感じです。実際の音声はこちら。身長いくつですか？低身長男子であれば高確率で受けるフレーズ、トークの流れなのでぜひ使ってください。フレーズ34個目。本当に23歳？これは20代前半などの若い子に対して使います。例えば、普段お酒とかって何飲むの？焼酎とか日本酒とか結構好きで飲むよ。マジで？本当に23歳？23歳だよ。いや、普通23歳で焼酎とかたどり着かないよ。よく言われる。とか、じゃあ旅行とかよく行くの？行く行く。それは友達と？友達とも行くけど、結構一人が多いかも。マジで？海外とかも一人？一人。うちご飯屋さんとかも結構一人で行けちゃうんだよね。本当に23歳？23歳だって。いや、こんなたくましい23歳いる？いるいる。みたいな感じですね。このフレーズは相手の女を褒めるときに有効なフレーズなので、相手が大人っぽかったり、おじさんみたいな発言をしたときに、すかさずツッコミを入れるといいです。フレーズ35個目、散歩。これは趣味や休みの日は何をしているかを聞かれたときに使えます。例えば、てか、つっちーくんは趣味とかある？あるよ。結構ベタだけど、散歩かな？散歩？散歩。一番楽しくない？楽しいかな？とか、休みの日は何をしていることが多い？散歩してることが多いね。あ、散歩してるんだ。変じゃないけど、あ、今こいつジジイかよってことでしょ。ちょっと。みたいな感じです。チャライ、イケてる見た目でギャップのある趣味を言うことで笑いを誘うことができます。ポイントは、チャライ、イケてる見た目で言うことです。陰キャみたいな見た目で言われても、ただのつまんない人だと思われるだけなので、そこは気をつけましょう。あ、逆に休みの日何やってるんですか？あ、僕ですか？はい。僕は、あれですね、散歩とか結構好きです。散歩？散歩ですか？
フレーズ36個目、大げさに褒めて笑わせる。さっきも言ったんですけど、女はとにかく褒めればいいと思っている男が多いですが、女をむやみやたらに褒めるのははっきり言って逆効果です。あなたはデートで女に対してこんなことを言ったことはありませんか？〇〇ちゃん可愛いね、〇〇ちゃん綺麗だね、こんな感じでとにかく褒めれば女は喜んでやれるだろう、付き合えるだろうと思っている男がほとんどなんですが、先ほども言いましたが、今の時代の女は基本的に褒められられているので逆効果です。 SNS や加工アプリなどが発達し、自分の加工した写真を SNS やマッチングアプリに一度載せれば、女はネットでもリアルでもキモテ雑魚男たちに日常的に可愛いね、美人だねとキモいメッセージが来て褒められています。なので関係性も大して深くない男に可愛いと言われても、はいはい可愛いと言っておけばいいと思ってる、よくいる雑魚男ねぐらいにしか思われません。また美人ほど外見を軽々しく褒めてはいけません。美人は人生単位で毎日毎日可愛いねと褒められてますので、軽々しく褒めた瞬間雑魚認定されます。なのでただ可愛いと言って軽々しく褒めても何も面白くなく、相手の感情は動かないので、大げさに褒めて笑いを取る必要があります。例えば、てか肌めっちゃ綺麗だよね、絶対毎日水5リットルくらい飲んでるでしょ、そんなわけないじゃんとか、てか髪めっちゃサラサラだよね、どんなリンス使ってるの、普通のリンスだよとか、え、てか絶対収録くらいで筋トレしてるでしょ、え、なんでしてないよ、え、ほんとかな、それでこのスタイルは怪しいな、こっそりやりたいよね、やってないって、こんな感じです。普通に褒めるんではなくて、大げさにユーモアを交えて褒めることで、他の男と差別化することができ、より自分の印象を濃くすることができます。話すことがないからといって軽々しく何度も何度も可愛いね、スタイルいいねなんて言ってはいけないんです。なぜなら、女の見た目をそのまま褒めるっていうのは、赤いバラを見てね、このバラは赤いですねと言ってるようなものなんで、あ、はいそうですけどってなりますからね。例えばスタイルがいい女がスタイルいいですねって言われても、スタイルがいいっていうのは何万回も言われてるから、まあそうですありがとうございますぐらいにしか思わないんですね。なのでただ見た目を褒めるんではなくて、その子がその見た目になるために努力した過程をユーモアを交えて褒めてあげるんです。水5リットルくらい飲んでるでしょっていうのも、それぐらい努力してるだろうな、すごいねというのをユーモアを交えて遠回しに言ってるんですね。これらはかなり使えるので、ぜひメモっといてください。フレーズ37個目、ゲイにはめっちゃモテるよ。これは女にモテそうと言われた時に使えます。デートで女にモテそうだねと言われた時に、うん割とモテるかな、いや全然モテないよみたいな感じで肯定的に答えても謙虚に答えても何も面白くないので、しっかりここでも受けを取れるようにしましょう。そこで使えるのが、いやそれがゲイにはモテるんだよねです。これを言うと大体受けます。例えば、でもツッチー君モテそう、いやーまあゲイにはかなりモテるね、ゲイ確かにモテそうだねみたいな感じです。実際の音声はこちら。でも普通にめっちゃモテそう。いやいやモテないですよ。いいゲイにはモテるけどね。え、そうなんですか、やばいよ。なんでなんで、え、なんでなんでモテるの。え、なんか前パーソナルトレーニングやってたからマッチョですみたいなやむじゃん。そうするとゲイからめっちゃ見えるっつって、やばやらしてくださいって、ゲイからゲイバーめっちゃ来たマジ、あ楽しいらしいねそう楽しいって言ってる。他にも使えるフレーズとしては、熟女にはモテるんだけどね、いや小学校の時が一番モテたね、足速かったからとかもいいですね。フレーズ38個目、全然全然ジョンの中だよ。これも相手から褒められた時に使えます。相手からモテるでしょとか、頭いいんだねなどと何か褒められた時に、いや全然全然ジョンの中だよと答えると受けが取れます。例えば、でもツッチー君普通にイケメンだよね、いや全然全然ジョンの中だよ受けるとか、頭良さそうだよね、いや全然全然ジョンの中だよ偏差値68くらい受けるみたいな感じですね。女との会話は真面目に答えすぎないというのが大事です。フレーズ39個目、まあ大人なんでね。例えば、マルマルちゃんは普段何飲むの。私はビールが多いかな。ツッチー君は、ビール飲むんだ。俺はワインとかが多いかな。ワイン飲むんですね。まあ大人なんでね。すごいドヤるじゃんとか、でもすごいよね、そんな毎日筋トレして。まあ大人なんでね。関係あるとか、休みの日は何してるの。俺は結構ゲームとかしてるね。ゲーム好きなんだ。まあ大人なんでね。それ大人なのとか、平日はいつも何時くらいに起きるの。9時出勤だから7時くらいだね。ツッチー君は、意外と早いね。俺は5時半くらいだね。いや早すぎ、何してるの。朝起きて散歩してるよ。大人なんでね。ウケるんだけど、それおじいさんじゃん。あ、大人じゃないか。みたいな感じですね。フレーズ40個目、写真見せてよ。これは女との会話で話題を深掘るときに使えるフレーズです。相手が話していることについて何かと写真を見せてもらうように言うと会話が広がります。例えば、てかゴールデンウィークは何してたの。
ゴールデンウィークは沖縄行ってきたよ。いいな、写真見せてよ。いいよ、こんな感じ。めっちゃ綺麗じゃない？あ、やばいねこれは。羨ましい。楽しかった？めっちゃ楽しかった。とか、髪はいつもロングなの？基本ロングだね。昔はショートにもしてたけど。そうなんだ。なんかショート時代の写真ないの？あるよ、こんな感じ。あー、ロングもいいけどショートも似合うね。そう？どっちが好き？まあ悩ましいけど俺はロング派かな。とか、てかそのバッグ可愛いね。買い物とかよく行くの？うん、よく行くよ。おお、どこら辺行くの？表参道とか原宿が多いかも。いいね。ファッションはいつもこういう感じのデメな感じ？うん、シンプルなファッションが好きかも。たまにストリート系も来たりする。あ、本当に？写真見たい。恥ずかしい。いいじゃん、見せてよ。これとか。あー、めっちゃ可愛いね。こっちもいい。みたいな感じです。写真を見せてということで、相手の話に対して興味がある感じも出せますし、スマホで写真を見せてもらうことで自然と相手の体との距離が近くなりますので非常に有効です。9割の女はいろんな場面で映える写真を撮ってるので、だいたい喜んで見せてくれます。ゴールデンウィーク何したの？あ、ゴールデンウィークは沖縄行ってましたよ。沖縄？はい。よかった？はい、よかったです。写真見せてよ、沖縄の。あるかな、こんな感じで。あー、おいめちゃくちゃ綺麗じゃないですか？すごいね。すごい。沖縄こんな海綺麗なの？本当に海綺麗で楽しかったですよ。いいな、行きたい俺も。行ってみてください。フレーズ41個目、全然違うメニューを頼む。これはデートでランチやディナーのメニューを頼むときに使います。例えば、じゃあ何にする？私はハンバーグにしようかな。スッチ君は？じゃあ俺はスパゲッティにしようかな。すいません、そしたらハンバーグ2つください。何の嘘？いや、急にハンバーグ食べたくなって。みたいな感じです。実際の音声がこちら。カフェラテにしよう。カフェラテ、オッケー。じゃあコーヒーにするわ。はい。カフェラテ？カフェラテ。すいません、カフェラテだね。カフェラテ。カフェラテとレッドブルください。はい、はい、レッドブル？レッドブル。あ、急にちょっと変わっちゃった。レッドブルあるんですか？うん、心変わりしちゃった。そうなんだ。これはちょっとメニューの選び方を工夫するだけで相手の感情を揺さぶることができます。ただ女に頭おかしいのかなと思われる可能性があるので、ちょっと注意が必要ですね。デートでする行動全てが普通すぎて何も印象に残らないよりかはインパクトを残せた方がいいです。もちろん悪い意味でね、インパクトに残ってしまうのは良くないですが、相手を笑わせたりして記憶に残すのは大事です。特に可愛い子ほどいろんな男を見てきてるので、みんながする普通の行動をしていては女は落とせないわけです。どうやったら相手が笑うかな、感情が揺さばれるかなというのを考えて行動しましょう。ただの雑談ばかりでは相手も面白くないです。フレーズ42個目、俺このマグロ食べるからネギ全部食べていいよ。これはデートのお店でご飯が出てきた時に使います。例えば、うわ美味しそうだね。ね、美味しそう。そしたら俺このマグロ食べるから細ネギ全部食べていいよ。ね、私もマグロ食べたい。わがままだね。みたいな感じです。こんな感じでユーモアを入れると距離が近くなりやすいです。フレーズ43個目、頻度で笑わす。今から紹介するフレーズはどんな女が相手でも大体笑わすことができる神フレーズです。例えば、趣味って何ですか？筋トレとかかな。へえ、すごいですね。筋トレって週どのくらいやってるんですか？いやでも俺運動不足解消するためだから全然やってないよ。週6、7くらいかな。めちゃくちゃやってるじゃないですか。とか、まるまるちゃんお酒は週どのくらい飲むの？週1くらいですかね。つっちーくんは週どのくらい飲むんですか？それぐらいがいいよね。俺も酒あんま強くなくて全然飲まないよ。普段は週5、6くらいかな。多くないですか？みたいな感じです。このように女の質問に対し真面目に答えず、明らかにおかしい頻度を答えることで笑わすことができます。実際の音声はこちら。よく飲んだりするの？週2、3ぐらい。あ、なんかお酒そんなでも弱強くないんですよ。あ、そうなんだ。強くないけど飲みに行っちゃうんです。でもコスパいいんだね。そうなんだ、ね、はい、いいですね。どのぐらいですか？少ないですね。週5、6。週5、6ぐらいですね。めっちゃめちゃめちゃ。あ、そう？うん、全然飲んでないです。週5、6ぐらいですね。あ、飲んでない日が週1ぐらい。そうだね。ちょっと飲んでない日の方が多いんだけど、週5、6は飲んでるかな。やば。こんな感じです。女の質問には真面目に答える必要は全くなく、相手を笑わせたりなど感情を動かす方が大事なので、相手の感情を動かすトークを優先しましょう。フレーズ44個目、いい意味で。会話の最後にいい意味でをつけることでいじり笑いを取るトークです。最初にちょっといじるようなことを言って、いい意味でをつけてフォローして笑いを取ります。例えば、休みの日は何してるの？家でゴロゴロゲームが多いかも。じゃあまるまるちゃん陰キャなんだね。あ、全然いい意味で。いい意味でって何？いや、いい意味だよ。絶対いい意味じゃないでしょ。みたいな感じです。実際の音声を聞いてみましょう。休みの日何してるの？何してるっていうか、なんか結構家でゴロゴロしてるかも。ゲームしたりとか。うん、じゃ あんま外出ないかも。じゃあ陰キャなんだね。いい意味で。いい意味で陰キャ。陰キャなんだね。陰キャだね。うん、
いい意味だよ。いい意味の、うん、いい意味の、いい意味でインキャ、うん、あインキャでね、すごいよね。すごいいいよね。ディスってる。ええー、ほんといい意味で。その土日、じゃあ遊びに行ってるか。あ、もう毎週だね。でも私、土日のどっちかしか遊べないんですよ。はい、もう、あとは怖い休みたい。休みたい。自分の時間が欲しい。あ、そうか。一日遊んで、一日家、うん、あと一人の時間結構好きなんだ。家から出るのがめんどくさい。ああ、なるほどね。化粧とかもいろいろして、めかししなきゃいけないし、めんどくさいな、みたいな。そうなんだ。じゃあ、いい意味でインキャだな。あ、いい意味でインキャ。いい意味でインキャ。意味わかんない。初めて聞いた。あ、インキャ、インキャ。全然インキャ。こんな感じでいい意味でをつけて軽くいじりつつ笑いも取りましょう。このトークで相手のことを軽くいじるっていうのもすごく大事で、なぜならお互いいじれない関係性だと距離が遠いままで親密になりにくいからです。例えば友達でもお互いいじり合えることで仲良くなれたりするじゃないですか。逆にいじりにくい先輩とか友達とかってなかなか仲良くなりづらいですよね。いじれないから距離感が遠くて本音を話しにくいみたいな。それと一緒で、女性にとってただの当たり障りのない会話をした男性よりも自分のことをちょっといじってきた男性の方が心に残りやすいですし、本音を話しやすく素を出しやすいです。そして女は基本的に M ですし、男性にいじられることでおお、ちょっと踏み込んできたなと感じます。その踏み込み方が嫌なものでなければ、距離が急激に近くなり仲良くなることができ、セックスしたり彼女になることができるんです。なのでこの軽くいじるっていう行為は女と関係構築をする上ですごく大切なんです。また恋愛において男は女に対して常に上でなくてはいません。上というか舐められてはいけないんですね。女は自分より価値が上だと思う男とセックスしたり付き合いたいと思うもので、自分に媚びてくるような価値が低い男とは一緒にいたいと思わないんですよ。なのでうまくいじってあげて自分が上ということを示さないといけません。ただ気をつけないといけないのは、空気を読まずに女をただただいじると本当に不快にさせちゃう可能性があるんですよね。例えば〇〇ちゃんって遊んでそうだよね、〇〇ちゃんってギャルっぽいよね、〇〇ちゃんって陰キャだよね。こんなことを急に言われたら言い方によっては普通にうざいと思われる可能性の方が高いです。だからいじるって結構難しくて、その場の雰囲気とか話の流れとかを読まないでいじるとただ相手を不快にさせて事故っちゃう可能性があります。なのでいい意味でをつけて笑いも飛びながら相手を不快にさせずいじるというのがベストなんです。ぜひね、使ってみてください。フレーズ45個目、目を褒める。目を褒めるのは相手を効果的に褒めれてなおかつ笑いも取れるテンプレートです。例えば、てかマロナちゃん目綺麗だね。え？本当？うん、めっちゃ綺麗。ちょっと触ってみてもいい？ダメに決まってるでしょ？みたいな感じです。目を褒めるっていうのはかなり効果的でして、デートでちょっと沈黙が続いて、目が合ってる時に、てか、目綺麗だね。みたいな感じで、相手を見つめながら言うと、女も喜ぶと同時にドキッとしますし、ちゃんと目を合わせて、ストレートに目が綺麗だねと褒められる男性っていうのは少ないので、差別化でき、好感度がアップします。これはあなたに勇気さえあれば、誰でも簡単にできる相手が喜ぶ褒め言葉なので、ぜひ覚えておいてください。フレーズ46個目、付き合った年数で表す。このフレーズもデートの鉄板のフレーズとして使います。例えば、てか〇〇ちゃんは一番長く続いた人はどのくらいなの？1年半くらいかな。つーちーくんは？結構長いね。俺も割と長い方かな。一番長い人で 4、5ヶ月くらいかな。いや、ヶ月かい、 4、5年かと思ったわ。みたいな感じです。このトークの流れはかなり高確率で息が取れますので、ぜひ使ってみてください。フレーズ47個目、自虐のりツッコミ。自虐は笑いが取りやすいので非常におすすめです。例えば、てか〇〇ちゃんって何歳だっけ？今年26です。つーちーくんは何歳でしたっけ？俺は今年27かな。そうなんだね、てっきりもっと上かと思いました。おい、誰がおっさんや。とか、休みの日は何してるんですか？筋トレしてることが多いかな。筋トレ好き。じゃあ食事とかもブロッコリーに鶏胸肉ですか？いや、そんな脳みそ筋肉じゃないって。普通に好きなもの食べてるよ。すいません。みたいな感じですね。自分を自虐できるっていうのは、見方を変えれば男として余裕があるってことなんですね。なぜなら、自分に自信がなく余裕がなかったら自虐できないからです。自信がない、余裕がない人は自分をネタにしたり下げることができません。また、自虐っていうのも気をつけないと自己卑下や卑屈なことを言ってるように聞こえてしまいます。例えば、見た目が思いっきり陰キャなやつが、俺童貞だからさ、なんて自虐しても面白くありませんし、それはただ卑屈に聞こえます。なのでこういう自虐ネタをするときっていうのは、見た目がイケてて明るいキャラでなくてはいけません。覚えておいてください。お酒飲んでしない？お酒はたまに。でも私ちょっとあんま酒強くないんで。あ、そうなんだ。弱いんだ。はい、弱い。俺も弱いから。あ、そうなんですか。強そうなのに。いや、誰が誰が頼んでる人はなんかわかんないけど、パリピそう。パリピそう。黒いからでしょ。ん？黒いからで。あ、そう、私言おうかなったけど、傷つくかなえ言ったら傷つくと思って言わなかった。あ、いや、傷つかねえ。分かってるわ、自分で。毎朝鏡見て黒いな、黒いなって。嫌なんだ、黒いの。嫌じゃない、聞いたの。黒いから。筋トレしてる人って何か、あ、まあ、黒いするみたいな。黒光嫌だよね。
でも黒くした方がそのなんか筋肉がなんだっけ、よっ浮き出るっていうか、なんかよく見える。フレーズ48個目、酔うとどうなるの。これはデートで使える日常会話の質問です。てかまるまるちゃんは酔うとどうなるの。なんだろう、テンション高くなってめっちゃ話すようになるかも。ああそうなんだ。今よりテンション高くなるの。うん、なるなる。それはやばいね。今より高いってどうなっちゃうの。一緒に飲めないわ。大丈夫大丈夫、迷惑はかけないから。とか、てか〇〇ちゃんは酔うとどんな感じになるの。でもそんなに変わらないかも。あ、そうなの。じゃあ酒強いんだ。強くはないけど、飲んでフラフラってことはないかな。どちらかというと解放する方。いやそれ絶対強いやん。いや本当に強くない。いや強い人ってみんなそう言うんだよね。怖いねみたいな感じです。気軽に使えるのでおすすめです。酔うとどんな感じになるの。酔うと結構甘えちゃいます。甘えるの。あ、ちょっともうちょっと飲んでもらっていい。甘えん坊になるんだ。なりますね。いいね、助かる。助かる。フレーズ49個目、友達いるんだ。これは相手が友達と何かしたという思い出を言ってきた時に使えるユーモアフレーズです。例えば、この間友達と京都に行ってきて、あ、友達いるんだ、いるから。とか、この間みんなで飲んでて、みんなって友達のこと。うん、友達。あ、よかった、友達いるんだ、いるから。それはよかった、いなかったら言ってね、貸すから。なんで私友達いないキャラなの、みたいな感じです。これはいじりやすいユーモアトークなので、ぜひ使ってみてください。この間京都に行ってきたんですよ。誰と。友達です。あ、友達。あ、はい、友達いるんだ。いますよ。あ、いるんだ。フレーズ50個目、今こいつめちゃくちゃ丸々だなと思ったでしょ。これはこちらからボディータッチなどのアプローチをした時に使います。例えば、あ、今こいつチャラいなと思ったでしょ。ちょっと思った、全部わかってるからね、やめてね。とか、あ、今こいつめちゃくちゃグイグイ来るやんと思ったでしょ。思った、普段こんなグイグイ行かないからね。本当かな、みたいな感じですね。相手が思ってるであろうことを先に決めつけて言うことで、女に慣れてる感を出すことができ、仲良くなることができます。フレーズ51個目、もう付き合ってください。これは相手のステータスなどを聞いてるときに受けるユーモアフレーズです。例えば、てか〇〇ちゃん身長何センチ。165だよ。あ、それはもう付き合ってください。いや、これで164とか166とかだったらちょっと辞退しようかなと思ったけど、165センチはドストライクすぎるんで、さすがに付き合ってください。どういうタイプ。いや、本当に見た目もキレイ系で、会話も面白くて、身長も165センチでしょ。俺のドタイプすぎる、嘘つかないで。とか、てか出身どこ。茨城出身なの、マジで。もうそれは付き合ってください。いや、群馬とかだったらちょっとダメかなと思ったけど、茨城はタイプすぎるんで付き合ってください。どういうこと、みたいな感じです。相手の細かいプロフィールに対して、それタイプだわとボケるフレーズですね。誰にでも使えるのでおすすめです。フレーズ52個目、相手の見た目に合わせて自分のタイプを言う。これは自分を男として意識させるフレーズの一つです。まるまるちゃんは見た目はずっとこんな感じの派手な系統なの。うん、昔からそんなに変わらないかも。いいね、俺見た目派手な子好きなんだよね。そうなの。うん、派手な子って強気で自信あるじゃん、それがいいよね。そんな風に見られてる。いや、自信あるのいいことでしょ。とか、まるまるちゃんはいつも前髪上げてるの。うん、大体上げてるかな。いいね、前髪上げておでこ出してる子好き。そうなの。うん、おでこ出してる子って自分に自信あるじゃん、それがいいよね。こんな感じで相手の見た目に合わせて自分のタイプを変えて、遠回しに相手を褒めるようにしましょう。フレーズ53個目、愛情込めて言いますけど重症ですね。これは相手が自虐を言ってきた時に使います。例えば、前の彼氏はどんな感じだったの。前の彼氏はいい人だったんだけど浮気症だった、典型的なクズって感じ。あー、なるほどね。結構そういう男にハマってそう。そう、私クズにハマっちゃう感じちょっとあるかも。愛情込めて言いますけど、それは重症ですね。重症でしょ、私もそう思う。これは重症だね、愛情込めてます、みたいな感じですね。愛情込めてをつけることで柔らかくいじることができます。フレーズ54個目、親に挨拶行かないといけないから。これもユーモアフレーズです。例えば、てかご両親とは仲いい。いいよ、よく一緒に出かけたりする。おお、それはいいね。ご両親はなんか好きなものとかあったりする。なんで。いや、そのうちね、ご両親に挨拶行くだろうから知っておかないといけないなと思って。いや、展開早くない、みたいな感じです。出会って間もない時にこのフレーズを言うことで笑いを取ることができ、自分を男として意識させることができます。両親と仲いい。うん、仲いいですよ。なんかどっかご飯とか行ったりするの、一緒に。あ、行きます。おお、うん。両親は何が好き、あの食べ物。あ、焼肉とか行きますよ。あ、じゃあ肉好きなんだ。はい、ご両親。はい。名前は。名前両親の名前。さゆり。あ、さゆり。あ、さゆりさんね。
あ、今度挨拶行かないと行くことになるから、はい、そうだ、ちょっと早めに好きなものとかさ、ちょっと来たく、さゆりさんね。やばい。フレーズ55個目。いや、もうすぐクリスマスだし。これはユーモアトークですね。例えば、こうやって街でラブラブなカップルとか見るといいなって思うよね。うん、こういうの見ると、やっぱ彼氏欲しくなる。いやー、わかる。もうすぐクリスマスだしね。まだ全然でしょ。とか、やっぱ彼氏は欲しい。うん、欲しい。わかるわ。もうすぐバレンタインだし焦る。まだまだでしょ。こんな感じで、クリスマスやバレンタインがまだまだ遠い時期に使うと笑いが取れます。フレーズ56個目。旅行とか行く？女は旅行が好きなので、この質問をすれば大体答えてくれます。例えば、てか旅行とか行く？行くよ。おー、いいね。最近どっか行った？あー、こないだ京都行った。あー、京都いいよね。京都のどこ行ったの？京都すごい楽しかった。ベタだけど清水寺とか行ったよ。あー、清水寺ね。俺も好き。最高だよね。他は？あとは食べ歩きとかしてたかな。食べ歩きね。ご飯は何好きなの？みたいな感じです。この質問から深掘りをして会話を展開していくと話が続きやすいです。フレーズ57個目。でも四捨五入したら。これはデートで使いやすいユーモアフレーズです。例えば、てか今年何歳でしたっけ？今年28になる。もう30歳になるのやばいよね。さすがに焦る。まあでもそこら辺の若者も四捨五入したらみんな30歳ですから大差ないよ。いやいや、フォローになってないよ。とか、ツッチーくんは身長どのくらい？175くらいかな。え？そんなある？まあ、四捨五入したらあるよね。勝手にしないで。みたいな感じですね。使いやすいユーモアフレーズなので、頭に入れておきましょう。フレーズ58個目。俺自分よりイケメンな人が嫌い。これは、ナルシストユーモアトークですね。例えば、ちなみに顔はどういう系がタイプなの？でもなんだかんだ、イケメンが好きかも。まあ、それはイケメンに越したことはないよね。俺はイケメン嫌いだけど。え？なんで嫌いなの？いやー、普通に自分よりイケメンな人は嫌いだよね。まあだから、ジャニーズとかエグザイルとかは全員好きだよ。え？ウケる。ジャスティン・ビーバーとかベッカムとかはめっちゃ嫌い。ジャスティン・ビーバーとベッカムにはちゃんと負けてるんだ。みたいな感じです。これらのフレーズをネタっぽく言うことで笑いを引き出すことができ、相手の感情を動かすことができます。言い方とか表情とかニュアンスが非常に大事になってくるので、使う難易度は高いですが、感情を動かすことができるフレーズです。俺はイケメン嫌いだけどね。なんでですか？いやだってなんかね、自分よりイケメンな人って嫌じゃん。そうですか？うん、だからジャニーズとか、うん、エグザイルとかは好き。うん、ジャニーズとかエグザイルの人とはめっちゃ好き。俺自分よりイケメンの人たちあんま好きじゃないんだよ。だからまあそうだな、イケメン、ジャニーズとかなんか最近ね、韓国アイドルとか、うん、まあいい人たちは好き。好きなんだ。そうですね、エグリフレーズ59個目。10点中何点だった？これはマッチングアプリで誰かと会ったと聞いた時の流れで使います。例えば、てかこのアプリで誰かと会った？2人くらい会ったかな。そうなんだ。どんな感じだった？前回の人は。どんな感じかな。じゃあ独断と偏見で10点中何点だった？正直男として見た時に。なんだろう、5点とか。ピックひどいね、人に点数なんかつけて。ちなみになんで？そっちが聞いてきたんじゃん。なんかあんまりタイプじゃなかったかな。話もあんま合わなかったし。なるほどね。どんな話したの？なんか自分の話ばっかりしててつまらなかった。それはつまらないね。聞いててしんどい系ね。そうそう、しんどかった。まあ今日が10点だとするとやっぱそんくらいになっちゃうよね。え？間違ってる？ごめん。俺すごいポジティブだから、ポジティブすぎ。みたいな感じですね。アプリで会った男の話をするときは、この会話の流れで話すと盛り上がります。これまで会った男の愚痴を聞き、それに共感を示すことで、この男はこれまで会ってきた男とは違うというのを示すことができます。フレーズ60個目。合コンとかしないの？序盤に色々話をして、特に話すことがなくなってきたときに、この質問をすることで、自然と恋愛の話に持っていけるのでおすすめです。例えば、てか合コンとかしないの？したことない。あ、そうなんだ。じゃあ出会いとかあんまない感じ？うん、全然ない。それは意外。じゃあ今日出会っちゃったね。出会っちゃったね。みたいな流れの会話ができます。このような遠回しに好意を伝えるようなちょっと言うのが恥ずかしいフレーズは自信がなきゃ言えないので、自分の自信の高さをアピールすることができるのでおすすめです。リスクを取って会話は進めていきましょう。実際の音声はこちら。合コンとかしない？1回行ったけどマジで、ね、全員ね、全然タイプじゃなくて帰ろうかと思った。韓国人集められないじゃん。人もいなかった。韓国系集められるじゃん。彼女もないもん。嘘。あ、なんかもうこんにちはって部屋入ってきた。ああ、ふざけんなよみたいな。こうやって話すけど一応合コンって難しいよね。その入った瞬間開けてこうやってさ戻す戻ってもいいよね。マジで帰りたかった。なんか先輩が合コンの場を作ってくれて呼ばれて行ったんだよ。看護師とかありそうじゃん。なんか看護師、なんか前も結構合コンやったらしいんだけど、コロナのせいか全然もうなくなっちゃってくる。看護師の人たち出会いだって多くないでしょ。ない、全然。
こんな感じです。この質問は会話が弾むのでぜひ取り入れてください。フレーズ61個目、なかなかいい人と出会うのって難しいよね。例えば、まあなかなかいい人に出会うのって難しいよね。うん、難しい。俺も何人かって難しいと思ってたけど、それも今日で終わりそうですわ。え、いやー本当に長かった、ありがとうね、今日来てくれて。絶対嘘じゃんみたいな感じですね。ポイントは冗談っぽくジョークっぽい言い方で言うことです。こういう男として意識されるようなチャラいことをさらっと言える男は相手からモテる男認定されるのでぜひ使ってください。フレーズ62個目、だと思った。これもね、かなり使いやすいです。例えば、仕事は何系の仕事してるの？え、当ててみて。看護師でしょ。ブブー、実は CA してる。あー、はいはい、そっちね、そうだと思った。嘘つかないで。とか、兄弟は誰いる？お姉ちゃんとお兄ちゃんがいる。え、だよね、だと思った、いるよね、絶対嘘でしょ、みたいな感じです。絶対思ってないことをだと思ったということで受けが取れます。これは割と簡単に使えるフレーズなのでぜひ活用してください。フレーズ63個目、誰に似てるって言われる。これは相手の容姿を遠回しに褒めるときに使います。例えば、てか誰に似てるって言われる、芸能人で。よく言われるのは石原さとみに似てるって言われる。あ、確かに似てる。〇〇とかにも似てるって言われない？あ、たまに言われるかも。だよね、いいな、羨ましい、可愛い子ばかりで。そうかな、つっちーくんは誰か言われる？俺は真剣佑とか津田将暉とか山崎賢人とかって言われるかな。全然自分ではそう思わないんだけど。え、似てる？いや、俺も似てるとは思わないんだけど、みんながそう言ってくるからさ。ウケる。とか、てか誰か芸能人に似てるって言われない？言われるのは中条あやみとかよく言われる。あー、確かに似てる。いやー、中条あやみちゃんに失礼だよ。いやいや、こっちのセリフでしょ。〇〇ちゃんに似てる中条あやみが失礼だよ。ウケる。みたいな感じです。この質問をすると大体の女は喜んで話してくるのでおすすめです。フレーズ64個目、てか絶対〇〇でしょ。これはデートの会話でかなり使えます。このフレーズを言って勝手に相手を決めつけることで会話の主導権を握ることができます。てか〇〇ちゃん絶対育ちいいでしょ。え、全然そんなことないよ。本当に？見た目の感じと話した感じとかめっちゃ育ちのやつ感じる。え、そう？全然普通の家庭だよ。本当かな。人によって普通の基準が違うからね。大丈夫、実家に車さないとかない？ないない。とか、話聞いてて思ったけど〇〇ちゃん意外とメンヘラでしょ。え、そうかもしれない、意外と言われるんだけど、見た目は結構クールだけど好きな人にはしっかり沼ってそう。沼る。確かに好きな人にはこうなっちゃうかも。うん、話しててそんな感じするわ。とか、話してて思ったけど〇〇ちゃん絶対ド M でしょ。いや、そんなことないから、めっちゃそんな感じする、みたいな感じです。こんな感じで、てか絶対〇〇でしょと決めつけて言うことで、あなたのことを理解するというのを示すことができます。フレーズ65個目、服かわいいね、どこのジャストで買ったの。これは女をいじるときに使うフレーズです。例えば、え、てか今日の服かわいいね。でしょ、ありがとう。うん、めっちゃいい、どこのジャストで買ったの。ジャスコじゃないから。実際の音声がこちら。この服かわいくない？え、そう、うん、マジで、うん、ありがとう。え、どこのジャスコで買ったの？ジャスコ、うん、どうも、ジャスコでしょこれ。ジャスコじゃないよ。え、嘘、ジャスコじゃない。ジャスコじゃないの、うん、違う、うん、ごめん。褒めながらもいじるというフレーズですね。ただ使い方、女によっては相手を怒らせる可能性があるので、使い方、使う相手には気をつけなければいけません。なので1回目のデートというよりかは信頼関係がある程度出来上がっている2回目のデートでこのフレーズを使うことをお勧めします。フレーズ66個目、アプリで会った人数で笑わす。これはマッチングアプリで知り合った女とデートするときに使います。例えば、てか丸々ちゃんアプリで何人か会った？全然会ってないよ。2人くらいかな。つっちーくんは？俺も全然会えてないね。今月始めたから2、3、10人かな。いや、めっちゃ合ってるやん、みたいな感じです。マッチングアプリで会うとね、だいたい何人と会ったかっていう話になったりするので、その時にこんな感じで話すと笑いが取れます。ちなみにデートでこういう女の質問に対して何でも真面目に答えてしまう方が多いんですけど、これは良くないです。適当に答えるくらいでちょうどいいんです。なぜならつまんないからです。相手はあなたのことを本当に知りたくて質問してるんではなくて、ほとんどは話をつなぐために質問してるだけなんですよね。例えば、趣味は？サッカーだよ。休みの日は何してるの？家でゴロゴロしてるよ。お酒は好き？好きじゃないよ、みたいな会話だったら何も面白くないですし、別にあなたが休みの日何してるのかなんて女からしたらどうでもいいわけですよ。こんなのやってたら女が秒速で帰ってしまいます。なので質問に対しては適当にユーモアを交えて答えましょう。女はね、本当にあなたの趣味や休日の過ごし方が気になって質問してるわけじゃなくて、デートの会話で時間を稼ぐため、質問によってあなたがどんな受け答えをするかを見てるんです。楽しい人かつまんない人なのかを見極めてるわけです。なので真面目に質問に回答するだけではなく、何かしら相手の感情が動くようなユーモアを持った回答をしましょう。
とは言っても毎回の質問でふざけられていたらうざがられるので、そこはバランスを見て答えてください。フレーズ67個目、どんな人がタイプなの。このフレーズはデートでは必ず使ってください。先ほども言いましたが、女とのデートの会話では必ず恋愛の話をしなければいけないからです。なぜなら当たり障りのない会話ばかりしていても相手は自分のことを男として見てくれないからです。で、このどんな人がタイプなのっていうフレーズは恋愛の話に持っていきやすいのでおすすめです。またこの質問の一連の流れで笑いを取ることができます。例えば、てか〇〇ちゃんはどんな人がタイプなの。優しくて浮気しない人かな。おお、なるほどね。じゃあ俺みたいな感じか。え、俺優しくてめちゃくちゃ浮気しないよ。本当かなみたいな感じです。実際の音声がこちら。タイプはどんな感じなの。好きなタイプ。好きになった人がタイプ。おお、名言かぶせてくれ。名言っぽいの。いやだって本当にそうなの。なんかでも真面目な人の方が好きなのかもしれないです。真面目な人の方が好き。多分今まで好きやった。よし、なんでそんな自分真面目だと思ってんの。いや真面目だよ。あ、そうなの。見た目によらないから。真面目じゃないとだって筋トレなんてしないでしょ。いや、え、別問題別問題。ふざけてる人が筋トレしなくない。いや、ジャンル違うでしょ。違う。うん、このようなユーモアをさらっと言えるようにしとけば、女にいられてるというのを相手の女に示すことができます。フレーズ68個目、芸能人で言うとどういう人がタイプなの。この質問もどんな人がタイプなのという質問の流れで使いやすいです。そして受けも取れます。例えば、てか芸能人で言うとどういう人がタイプなの。山崎賢人とかタイプかも。よかった、似てて。え、似てる。いや、俺は似てないと思うんだけど、よく言われるんだよね。俺は全然嫌なんだけど。受けるとか、てか芸能人で言うとどういう人がタイプなの。BTS とか好きかも。あ、ありがとうございます。え、韓国系ってことでしょ。よかった、韓国系で。え、韓国系かな。どっからどう見ても韓国系でしょ。とか、てか芸能人で言うとどういう人がタイプなの。山崎賢人とか好きかな。あ、よかった、似てて。え、似てる。いや、首から下は山崎賢人だよ。ウケる。みたいな感じです。このくだりをすると大体ウケます。笑いも取りつつ、あなたのことを狙ってるということも示すことができるのでおすすめです。実際の音声がこちらです。どういう系がタイプなの。タイプ、見た目。見た目スラッとしてる。スラッと。芸能人で言うと。芸能人。むずいな、芸能人か。誰だろう。韓国人になっちゃう。TV を。ソンガンって俳優知ってるかも。あ、ソンガンね、知らない。あ、でも韓国系のかっこいいイケメンみたいな感じなの。あ、じゃあ大丈夫だね。じゃあ大丈夫だね。韓国系じゃん。どっかどうよ。そう、よく言われた。別に俺嬉しくないんだけど、韓国系って言われるから、まあ、しょうがないな。うん、そっか。エグザイル系じゃない。え、いや。違う。山崎賢人とかでしょ。山崎賢人でしょ。芸能人で言うとどういう人のタイプだろう。え、芸能人、私ね、真剣佑とか。真剣佑、うん、いいね。そう、じゃあ俺とか大丈夫なんじゃ。大丈夫なんじゃ。真剣佑、うん、似てるじゃん。え、似てる、うん、まあ、どっちかって言うとさ、まあでもなん、え、そうだよね、まあいい、そんな恥ずかしがんないで。確かに、そうだよね。私の笑いを取る時の鉄板のトークなので、ぜひ真似してみてください。フレーズ69個目、逆にどういう男は無理。恋愛系の話題を話す時に使うと盛り上がるフレーズです。例えば、じゃあ逆にどういう男は無理。なんだろう、清潔感ない人は無理かも。あー、清潔感大事だよね。他は性格とか。性格は愚痴とかネガティブなことを言う人は無理かも。あー、それはわかる。そういう人と一緒にいるとネガティブな方に引っ張られるよね。そうなの、だから中身も大事だよね、みたいな感じです。好きなタイプを聞くと相手が答えにくいことが多いので、嫌いなタイプ、無理なタイプを聞くと相手もどんどん答えやすいです。好きなタイプはと聞いて相手が答えるのに困ってそうだったら、じゃあ逆に嫌いなタイプはとかぶせて質問してあげましょう。その方が会話を展開しやすいです。逆にどういう男は無理。え、いいですか。うん、自慢する人。自慢、自慢する人がちょっと苦手で。ああ、じゃあ結構自慢してくる人多い、なんかデートとかしてて。たまに。というか、まあなんか話を聞いてほしいタイプなんですよ、私が。あ、なので、そのずっとなんか自分語りというか、してる人は合わないなって思っちゃいます。あ、そうだよね、確かに。聞いてる方はつまんないもんね、自慢聞いてる。あとなんか嫌いなやつある、見た目で言うと。尖った靴を履いてる人。あ、尖った靴履いてる人。あ、マジ嫌です。あ、マジ今時いる尖ってる靴履いてる人。たまにいますよ。平成でしょ、それ。
絶対やめてほしい。フレーズ70個目。見た目と中身、何対何で大事ですか？これは相手のタイプを聞いた時に使います。例えば、見た目と中身、何対何で大事？でも、見た目3、中身7とかかも。またまた、本当に言ってる？ほんとほんと、うち見た目とかあんまり気にしない。マジで？じゃあ今までの彼氏はイケメンとかではないの？うん、全然イケメンじゃない。本当に中身重視。じゃあ俺ダメじゃん。見た目真っ健優で中身クロちゃんだから。中身クロちゃんはウケる、みたいな感じです。どんな女が相手でも鉄板で使える恋愛トークです。フレーズ71個目。てかインスタ教えてよ。女はインスタが好きなのと、普段からインスタを常に見てるので、お互いのインスタをフォローし合うことで一層仲良くなります。例えば、てかインスタ教えてよ。いいよ。はい、じゃあ ID 打って。はい、あー、ありがとう。なるほどね。そんなじろじろ見ないで、隅々まで見るよ。てかこのご飯めっちゃ美味しそうだね。怖い。うん、ここめっちゃ美味しいよ。今度行ってみよう。てかめっちゃいろんなとこ行ってるね。おすすめ教えてよ、みたいな感じです。ただ会った瞬間からインスタを交換しようとすると嫌がる女もいるので、そこら辺は気をつけるようにしてください。2回目のデートに来てくれる脈が高い女とインスタを交換するのがいいでしょう。ちなみに大前提ですが、自分のインスタは必ず作っておき、おしゃれな写真やイケてる自分の写真をポストしておきましょう。インスタを交換した時に写真がイケてると女の食いつきがかなり上がりますし、インスタ内でも女と出会うことができます。逆にイケてないと微妙です。インスタは恋愛においてかなり有利になるツールなので、伸ばすように努力しましょう。ここら辺のアカウントを参考にして、おしゃれな写真を撮って自分のアカウントを作ってみてください。フレーズ72個目。何食べたら構文。この何食べたら構文は笑いを取るときにとても使いやすいフレーズです。例えば、てか何食べたらそんな肌ツルツルなんの。いやいや、そんな普通のものしか食べてないよ。絶対冷蔵庫の中全部オーガニックですよ。そんなわけない。とか、てか何食べたらそんな綺麗になるんですか。そんな大したもの食べてないよ。絶対ブロッコリーとささみしか食べてないでしょ、みたいな感じですね。実際の音声がこちら。何食べたらそんな肌ツルツルになるの？何食べたら、うん、嘘、肌ツルツル？うん、ツルツルじゃん。嘘、うん、嬉しい。映ってる鏡みたいに、うん、反射してる？反射してるよ。見えるもん。本当？うん、いいな。何食べてんの？食べてない？普通？運動とかしてんの？してない、してない。全然してない。絶対ね、オーガニックとかで揃えてるよね。いや、マックとか超食べる。マジで？うん、すごいね、それで。こんな感じです。笑いも取りつつ相手のことを笑わせることができるのでおすすめです。フレーズ73個目。お茶かチャーハン。これはナンパの時、女とのメッセージの時、ご飯に誘う時に使います。例えば、すいません、本当にタイプだったんで声かけちゃいました。今度お姉さんとお茶かチャーハンでも行きたいんで LINE 交換してませんか。チャーハン、うん、いいですよ。 LINE の時、代官山いいですよね。そしたら今度お茶かチャーハンでも行きませんか。え、チャーハン、うん、好きかなと思って、みたいな感じですね。実際の音声がこちら。もしよかったら LINE だけ、もう今度お茶かチャーハンでも行きたいんで、お姉さんチャーハン好きそうだなと思って。じゃあチャーハンで、はい。じゃあ ID 言って。あ、はい、わかりました。じゃあコットお茶しましょう。このお茶かチャーハンはかなり使います。ただこういうギャグを言う時っていうのは、面白いことを言いそうな明るいキャラを作っておくというのが大事で、それこそさっき言った陰キャのような感じで暗くボソボソお茶かチャーハンって言っても全く受けず浮かれて逆効果です。なので基本的にデートに行く時っていうのは、笑わせる笑わせない関係なく明るく行きましょう。女は笑わせてくれる人が好きなわけではなく、一緒に笑ってくれる人が好きなんです。だからあなたがもし暗い性格だとしても、演技でいいので明るく振る舞わないといけません。暗い人が好きっていう女はほとんどいませんからね。私も根は暗い男ですが、女の前では無理してキャラを演じてます。でもこれでいいです。フレーズ74個目。結婚願望とかある？いつ頃結婚したい？これは恋愛の話題を話すときに使います。てか〇〇ちゃんは結婚願望とかある？うん、今すぐとかではないけど30歳までにはしたい。わかる、30歳までにはしたいよね。子供とかは欲しいの？うん、子供欲しい。2人ぐらいは欲しいかな。おお、いいね。子供は好き？好き。姪っ子とかとよく遊んでて超可愛い。ちっちゃい子可愛いよね。とか〇〇ちゃんはいつ頃結婚したいとかある？あと 1,2 年くらいにはしたいかも。なるほどね。もういい人いたらすぐにでもって感じか。そうだね。ああ、そしたらそれ1年もかからないわ。どういうこと？今日結婚相手とは出会ったから、あとはいつするかだよね。うん、受けるだといいんだけど、みたいな感じです。このフレーズを使うことで自然に恋愛話題に持っていくことができ、さらに深掘っていくことで自分を男として意識させることができます。この質問はどの相手の女に対しても使えるのでおすすめです。てか結婚願望とかある？結婚願望はあります。何歳までとかある？30歳までにもしたいですね。フレーズ75個目。結婚しますか。これは女とのデートで場を和ませられるフレーズです。例えば、普段お酒とかは何飲むんですか。ビール飲みますよ。おお、いいね。俺もビール飲む。他は？あとは赤ワインとかも好きですね。ああ、本当に？俺も赤ワイン大好きなんだけど。めっちゃ気合うね。もう結婚しますか。しましょうか、みたいな感じです。あとは音楽とかは何聴くんですか。ミスチルとか好きです。マジっすか。俺も好きです。他は何聴きますか。あとは BTS とか好きです。
え、俺もなんだけど、気合いすぎでしょ。もう付き合います？いやいや、早い早い。実際の音声がこちら。本気で探してるの？当たり前じゃん。当たり前じゃん。真剣？めっちゃ真剣。一緒だね。一緒だね。気合うね。いや、なんかアプリって分かれるじゃん。真剣に探してる人とさ、そんな人に分かれるじゃん。怖いね。俺も一緒だ。で、韓国も好きでしょ。俺も好きだから、冬のソワンとも好きだしね。気合うね。結婚しちゃう。このように相手のやってることや好きなことにわざと自分も好きだ、俺も一緒と答えて、じゃあもう結婚しちゃいますかと大げさに言うことで笑いを取る手法です。大げさに言うことで笑いを取ることができますし、結婚というワードで相手に自分を男として意識させることもできますのでおすすめです。フレーズ76個目、そんな下心なんてちょっとしかないよ。これはデートで使えるジョブです。例えば、でもツッチーくんチャラそう、マジでそんなことない、女に対して下心とかほんとないし、え、本当？そんな下心なんてちょっとしかないよ、ちょっとあんじゃん、とか、前アプリで会った人はどうだったの？なんか下心すごくてキモかった、うわー、それは最悪だね。本当下心ある男ってダメだよね、本当に軽蔑する。ツッチー君はないよね、俺とかはね、もう全然ない、ちょっとしかない、みたいな感じです。このフレーズを言うときはわざとらしくネタっぽく話すことが大事です。冗談っぽく言わないとボケなのかガチなのか分からず相手を困惑させてしまうので、このようなフレーズは少し笑いながら冗談っぽく言いましょう。実際の音声がこちらです。お前アプリで会った人はどうだったの？なんかね、なんて言うんだろう、なんか結構なん下心がこうゴリゴリみたいな人が多くて、ちょっとあんまりだったかな。下心さあんの？どんな感じ来んの？なんかすぐ男女の関係になりましょうみたいな人が多くて、ちょっと苦手だった。うわ、それは最悪だね。うん、最低だね、それ男として。ね、ちょっとね、ずっと下心あるとこダメだね。軽蔑するわ。そんな、軽蔑する、ってことはゆうくんはそういう人じゃない？俺、全然ちょっとしかない、ちょっとしかない。正直だよね。ちょっとしかない、俺は全然ない。ちょっとある、ちょっとしかない、ちょっとね、ちょっとだけね。フレーズ77個目、え、反社の人ですか？これは相手がぶっ飛んだエピソードを語っていた時に使います。例えば、その上司もううざかったからもうブチ切れて帰ったよね、怖すぎなんだけど。反社の人ではないですよね？違います。あー、よかった、もしかしたらと思って。こんな感じで言うと受けます。フレーズ78個目、そういうとこ好き。これは相手に男として意識させたい時に使えるフレーズです。じゃあ家族とは仲いいんだ？うん、仲いい、家族は大事にしようって思う。いやー、マジ大事だよね、そういう人好き。とか、今の仕事すごいやりがいあるから頑張ってる。あー、そうなんだ、それはいいね、そういう何か頑張ってる人好き。とか、一応週3でジムには通うようにしてる。いいね、そういう人好き、みたいな感じですね。重い感じではなく軽く、そういう人好き、そういうとこ好きなどと言うと違和感なく好意を伝えることができるので、このフレーズは使いやすいです。フレーズ79個目、やりもくの男とかセフレとか嫌いなんですよ。これは相手の女がやりもく無理とか、この間会った男がやりもくで最悪だったみたいな話をした時に使います。この間アプリで会った人が下心すごくて、あー、マジで今時そんなやついんの？やりもくとかセフレとか、僕はそういう薄っぺらい関係を作ろうとするやつが大嫌いなんですよ。〇〇ちゃん嫌いですよね？うん、嫌いでしょ。本当に撲滅したい。またそういうやつ出てきたら俺に言って、地元の先輩呼んで対するから。地元の先輩、俺はちょっと怖いから地元の先輩に頼むから。とか、ツッチー君はそういう関係の人いるの？いや、いるわけないじゃん。見てわかる通り僕セフレとかそういう関係が大嫌いですから、絶対にありえません。怪しいんだけど本当ですよ。丸村ちゃんも一緒でしょ？うん、みたいな感じです。ポイントはわざとらしくネタっぽく言うことです。こういうことを先に言っておくことで、自分はやりもくではない、普通のやりもく男とは違うというのをアピールすることで、後で自分がアプローチするときに有利になります。フレーズ80個目、まるまるちゃん愛くるしいよね、可愛いとか綺麗とかのようなありふれたワードではなく、愛くるしいよねというワードを使うことで距離を縮めることができます。なんかまるまるちゃんって愛くるしいよね。え、愛くるしい？うん、愛嬌があって一緒にいるとなんか癒される。嬉しい、みたいな感じです。こんな感じで使うと距離を縮めやすいでしょう。フレーズ81個目、ってお母さんが言ってた。これは自分が熱いことを語った後に和ませるフレーズです。例えば、仕事頑張ってて偉いね、いやー、やっぱり男は稼がないとダメですからね、素晴らしい、だって結局
お金がないと家族も守れないし、彼女をいいところにも連れていけないし、自分のしたいこともできないでしょ。だからもっと大金を稼いで自分の理想は全て叶えたいよね。うん、そうだよね、かっこいいって、お母さんがこれを女の子を口説く時に言いなさいって言ってた。お母さんかよとか、どうせ人間いつか死にますから、やりたいようにやった方がいいよね。おーだよねってお母さんが言ってたみたいな感じですね。実際会話の中で夢を語ったり自分の考え方を熱く語るのは悪いことではないんですが、語りすぎるとうざいと思われる可能性が高いので、このフレーズを言うことで和らげることができます。フレーズ82個目、マジでそいつどこ中。これは相手の女が愚痴を言ってる時に使います。仕事でその上司にすごいムカついて、マジでそれはムカつくね、そいつどこ中、中学校、うん、やっちまうか、地元の先輩呼んでお願いみたいな感じです。これはわざとらしくヤンキーっぽく言うのがポイントです。女が愚痴を言ってる時は否定するんではなく、そうだよねと共感するのが鉄則です。フレーズ83個目、車を買う前に試乗するでしょ。これは付き合わなければお互いのことは分からない、付き合う前にセックスするのも悪くないという価値観を相手にすり込む時に使います。例えば、でも恋愛って難しいよね、実際付き合ってから分かることの方が圧倒的に多いわけじゃん。確かにそうだよね、こうやってご飯を食べるデートしてるだけでは分からないこと多いからね。だからさ、いいと思った人は積極的に付き合った方がいいと思うんだよね。まなまなちゃんはどう？確かにそれは分かる。でもいきなり付き合うのもなんかハードル高くて怖いよね。まあね、でも怖いからこそ付き合った方が良くない？ほら、車も買う前に試乗するでしょ。なんかうまいこと言うね。試乗って言うと言い方悪いけど、外から見るだけじゃなくて実際に乗らないと分からないからね、みたいな感じです。こんな感じで早めに付き合ったり体の関係を持つことは悪いことではないという価値観を相手にすり込むことで、その後のお持ち帰りや告白の打診が通りやすくなります。デートの会話の中ではこちらが有利になるような価値観を相手にすり込み洗脳することが非常に重要です。とにかく会話をしていく中で自分の世界観に相手を引き込むのが重要です。フレーズ84個目、俺ゲイだし。これは相手の女からチャラいとかやりもくなんだとかって言われた時に使います。例えば、え、チャラい、いつもこんなことしてるの、するわけないじゃん、俺ゲイだし、嘘つくな、とか、お持ち帰りしようとしてぐだった時に、やっぱそういう目的なんだ、なわけないじゃん、俺そもそもゲイだし、ふざけないで、みたいな感じです。俺ゲイだしは鉄板で受けるフレーズなのでぜひ使いましょう。フレーズ85個目、前の彼氏はどんな感じだったの。デートでは恋愛の話を深掘っていくのが大事です。なぜなら恋愛の話をすることで相手はあなたのことを恋愛対象として意識し距離が縮まるからです。深い自分の恋愛の話をね、知らない人、仲良くない人にわざわざ話さないので、恋愛の話を深掘ることで仲が急激に良くなります。その時に使えるのが、前の彼氏はどんな感じだったのという質問です。例えば、前の彼氏はどんな感じだったの、どうだろう、ちなみに見た目はどんな感じ。見た目は全然普通、イケメンとかではないよ。あ、そうなんだ、とか言ってめっちゃイケメンなんじゃないの。そんなことない、なんで別れちゃったの。相手が浮気してた。うわ、そういうことか、なんでバレたの、スマホ見ちゃった、みたいな感じです。前付き合ってた人はさ、どういう系なの。前付き合ってた人は韓国系、韓国系かも。見た目も好きみたいな、いいねみたいな。おしゃれだし、中身はちょっと上から目線のところが、あ、別に今は目つぶれるぐらいだったら、まあ、最初はかっこいいもん。でもなんかすごい、なんか仕事の方が大事みたいな。こんな感じで深掘っていくと話が続きます。元彼の話を聞くことで相手がどんなタイプの女なのか、どんな恋愛のスタイルなのかが分かるので、その後の関係性も進みやすいです。ただ元彼の話を深掘りしすぎるとうざいと思われるので軽くするようにしましょう。また元彼の話や過去の恋愛遍歴を鵜呑みしすぎて自分のアプローチに制限をかけてしまうのは良くないので、気にしすぎないようにしてください。何回も会ってから確かめるタイプ、ワンナイトとかはしない、付き合ってからでないとセックスはしないなどと言ってても全然セックスしますから、女の話を鵜呑みにする必要はないです。フレーズ86個目、今まで一番好きだった人はどんな感じだった。このフレーズも相手の恋愛遍歴を探ることができます。女はどんな人とセックスしたいのかっていうと、自分のことを分かってくれている、この人なら自分を預けても大丈夫そうだなという安心感がある人とセックスがしたいんですね。その時に今まで一番好きだった人はどんな感じだったという質問をすることで、女は当時のことを思い出して自分から進んで話してくれるので話が弾みやすいです。またその会話に共感してあげることで相手の安心感を満たしてあげることができます。例えば、今まで一番好きだった人はどんな感じだった。そうだな、一番最初に付き合った彼氏なんだけど、その人はすごい優しくて好きだった。いいね、どんな感じの優しさなの。なんだろう、普段は冷たいんだけどたまにすごい優しくてそれにハマっちゃったよね。ああ、なるほどね、わかる、たまに優しいやつってずるいよね。どんなことしてくれるの。なんだろう、誕生日覚えてくれていきなりサプライズしてくれたり、風邪ひいた時に家まで来てくれたり。それはいいやつだね。どのくらい付き合ったの。ああ、でも1年くらいかな、優しいけど浮気症だった。浮気すんのかい、みたいな感じですね。実際の音声がこちら。前の彼氏はどのくらい付き合ったの。前は1年半ぐらい。1年半ぐらい、うん、あ、結構長いね。うん、そうかな。別れちゃったんだ。別れた。今まで一番好きだった人はどんな感じだった。
今まで一番好きだった人、うん、どんな感じ？あ、でも優しかったかな。どう優しいの？難しい。なんか何でも許してくれる感じ。それが一番好きだった。うん、まあそれ以外も好きなとこあったけど。顔どんな感じ？顔はね、なんか普通の顔。普通の顔？どこにでもいそうなの。こんな感じで相手の一番好きだった人の話をすることでどんな男に一番ハマるのかが分かるので、こちらも戦略を練りやすいです。フレーズ87個目、ほっぺにキス。アプローチの中で女のほっぺにキスをするのは距離が一気に縮まるので非常に有効です。うまくボディタッチで距離を縮めて肩を抱き寄せることができたら、肩をさらに引き寄せて相手の頬にキスをしましょう。いきなり口にキスをするのは相手がびっくりしたり状況的に厳しい場合も多いので、女の肩を抱き寄せてほっぺにキスをするのが簡単です。女っていうのはあなたのアプローチによって段階を踏んで気持ちが上がりドキドキしてムラムラしてますので、唇へのキスの前に頬へのキスをしておくのがいいでしょう。ほっぺのキスができれば唇へのキスができる可能性が高まりますし、お持ち帰りできる可能性もぐんと上がってきます。どうやってやるかっていうと、横隣の席の時や並んで歩いてる時にこういう感じで肩を引き寄せて頬にチュッとキスをする感じです。ポイントはチュッと一瞬だけつっつくような感じでキスをすることです。頬へのキスはブチューと長くするものではないので、チュッと一瞬だけするようにしましょう。フレーズ88個目、え、ひょっとしてやりもくとか無理だから絶対やめてね。例えば、え、ホテルじゃん、絶対何もしない、絶対嘘じゃん、マジだよ、え、ひょっとしてやりもくとかじゃないよね、絶対やめてね、こっちのセリフだわ、みたいな感じです。オーバーな感じでやると受けます。フレーズ89個目、マジで好き、こんぐらい好き。こちらは相手にアプローチをするとき、女をいじるときに使えるフレーズです。本当に私のこと好きなの？スッチー君わからない、好きに決まってんじゃん、本当？信じられない、マジで好きだから、こんぐらい好き、少ねえよ、みたいな感じです。このようなフレーズを入れて相手をいじることでより女との仲が深まります。フレーズ90個目、ごめんハーフだから。これは女にボディタッチやハグ、キスなどをしたときに相手から何かを言われたときに使います。例えば、ねえチャラい、ごめんハーフだからつい、絶対ハーフじゃないんでしょ、とか、人前では恥ずかしいよ、あ、ごめんハーフだからつい、嘘つくな、とか、スッチー君ってすごいストレートだよね、そうハーフだからかな、え、どことのハーフ、そんなの忘れたよ、でも親がお前はハーフだよって言ってた、みたいな感じです。ハグやキス、告白などのアプローチをした時に相手から何か言われた時にこれを言うと笑いを引き出せます。フレーズ91個目、奢ってあげた後のフレーズ。じゃあ今度叙々苑ディナー頼むわ。これは女とご飯に行った時に使えるフレーズです。女にご飯をご馳走しようとした時に、いいよいいよ払うよと言われた時に使います。例えば、じゃあこれで、いいよいいよ私払うよ、今日は俺が誘ったからいいよ、今度叙々苑ディナーでもおごって、叙々苑ディナーね、みたいな感じです。実際の音声はこちら。あ、じゃあこれでお願いします。あ、いくら払う？払う、え、いいよいいよ俺払うよ、いや、いいよいいよ本当に、いいよいいよ、まあ、今日俺が誘ったからいいよ、え、本当に、うん、ありがとう、ごちそうさま。今度じゃあ、ジョジョ園、え、ここでジョジョ園、ジョジョ園、ジョジョ園ディナー、ディナーでも送って、ジョジョ園ディナー、全然、そういう軽いやつでいいから、ジョジョ園ね。さらっとお会計を済ませ、明らかに高いお店を指定し、受けも取り、しっかり余裕を示しましょう。ちなみにね、本当に次のデートでジョジョ園ディナーをおごってもらうわけではありません、あくまで冗談です。このような余裕を見せれるかで女の食いつきが変わります。女は余裕がない男が大嫌いなので、お会計の時もスマートにやる必要があります。ちなみに1回目のデートはご馳走してあげてください。なぜなら、おごってあげてマイナスになることはありませんが、割り勘にしてマイナスになることは非常に多いからです。割り勘にしてなしになるって女って嫌だなって思うかもしれませんが、これはもう事実なので、結果を出したいならおごってあげた方がいいです。ただ脈がない相手に無駄におごってもお金がもったいないので、脈があるかなしかわからない1回目のデートはお茶とかランチをお勧めします。お茶やランチならおごってあげても数千円なので痛くありません。恋活で成果を出すためには最初は数を打たなくちゃいけないんですが、毎回何万円もおごっていたらお金がなくなってしまいますからね。このように効率よく恋活をするには、しっかりそういうところを工夫する必要があります。フレーズ92個目、目を見つける。デートで相手の女の目をちゃんと見るのはめちゃめちゃ大事です。私たち日本人は人と話すときは相手の目を見なさいというのは小さい頃から言われ続けてると思うんですけど、ほとんどの男がデートで相手の女が可愛かったりすると相手の目を見れずキョロキョロしてしまったり、沈黙に耐えられず視線を他に移してごまかしてしまったりします。これは絶対にダメです。目を合わせられない時点でこの人自信ないのかな、男らしくないなと思われます。なのでデート中話してるときはもちろん、沈黙になったときも必ず女の目を見つめるようにしてください。特に会話で沈黙が続いたときにスッと目を見つめることができれば、その自信に圧倒されて相手の女も照れます。しっかり目を見て話せるだけで自分の自信を相手に示すことができるんですよ。なぜなら女は自分と目をそらしてあたふたしてる暇と男をたくさん見てきたので、しっかり目を見て話せることでこの人は女にビビってない、場数をそれなりに踏んできたというのを相手に伝えることができるからです。ではその様子を実際のデート音声でご覧ください。何ですか？え？なんか別見。いやいや見るよ。見るっていうか。なんか話してるから見ますよ。そうだよ。はい。え？え？何？
何？そう、見ない。見ますよ。見なくて。こんな感じです。音声を聞いていて分かると思うんですが、女は完全に照れてますよね。結果として、この子たちとは僕はセックスをして、無事デートで成功しているので、こうして目を見るのはちゃんと効果があるんです。なのであなたもデートに行った時は女と目を合わせる。これをしっかり意識しましょう。フレーズ93個目。食い気味のありがとうございます。これはナンパの時やデートの時に使います。例えば、ナンパの時だったら、よかったら LINE 交換してほしいなと思って、すみません、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？ありがとうございます。優しいですね。いや、そっちの大丈夫じゃないです。とか、好きなタイプは優しくて浮気しない人かな。あ、ありがとうございます。よかった、優しくて浮気しないで生きてきて。本当かなみたいな感じです。中身はどういう系がいいの？中身？面白い人。面白い人。面白い人。引っ張ってくれる人。あー、なるほどね。メモして、メモして。あとは？なんだろうね、あと。なんだろう、遊んでない人。あー、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。本当に？そう、俺じゃん。本当か？じゃあそれもう本当かな。だよ。このような感じで相手のネガティブな返答をポジティブに返すことで笑いを取ることができます。ネガティブなことを言われた時にどんな返しができるかで男の度量、器が試されますから、このような返しができるのはとても大事です。ネガティブなことを言われたからといって真に受けずにデートを進めていくのが大事です。フレーズ94個目。家に着いたら LINE して、朝起きたら LINE して。これは女との LINE で使うフレーズです。関係がある程度深まっている状態の時にかなり有効で、この LINE をすればあなたに強烈に依存するような状態になるでしょう。どのように LINE するかっていうと、まずデートが終わったら必ず家着いたら LINE してと言って、あっちから LINE を送らせたり、セックス済みの女、付き合った女に毎朝起きたら LINE してと言って常に相手から LINE が来るようにしておきます。なぜ家に着いたら LINE してというのかというと、ちゃんとこれで女から LINE が来るか来ないかで相手が脈ありなのか脈なしなのかが分かるのと、相手の女に自分の言うこと要求を聞かせることでサンクコスト効果という心理効果が働き、相手を自分に依存させることができるからです。サンクコストは人はコストをかけた対象を好きになり依存するという心理効果で、例えば親が自分の子供にべったりしてしまったり過保護になるのは、小さい頃からお金や時間をかけて一生懸命育ててきたからで、これもサンクコストです。人間というのは自分がコストをかけたものに対して執着して依存してしまうんです。それと一緒で LINE を使って最初は小さな要求を飲ませ、徐々に大きな要求を相手に飲ませることで相手の女にコストがかかり、あなたから離れられなくなります。家に着いたら LINE して、毎朝起きたら LINE してと言って、相手がそれをちゃんと送ってくるなら相手は自分の要求を飲んでることになります。そしたら次はご飯作ってコンビニでアイス買ってきてと大きめな要求をしていき、さらにサンクコストをかけていきます。そうしていくことで相手の女はサンクコストにはまり、あなたから離れられなくなるんです。女にそんな要求ばっかりしたら嫌われちゃうよと思うかもしれませんが、女っていうのは大体がド M で、彼女たちが男に求めてるのは自分をブンブン振り回してくれて自分が尽くすように仕掛けてくれる魅力的な S な男なわけです。例えば女がホストにハマるのは自分が男に尽くすような構図を作ってくれるからで、相手の女を惚れさせたいなら私たち男はあらゆる手段を使って女の感情を上下に動かさないといけません。なので LINE も相手に送らせて要求を乗せて主導権を握るのは大事です。この LINE には相手を依存させるさらなる仕掛けがあります。ここからが本番です。最初のデートが終わり、家に着いたら LINE してと言って女から LINE が来れば、女はあなたの言うことを聞いているので食いつきは悪くないことが分かります。そしてその後デートが成功しセックスをして関係性がある程度構築できたら、毎朝起きたらおはようって LINE してと要求して常に相手から LINE が来るようにしましょう。朝のおはようというこの一連のやり取りを2人だけの習慣としてルーティン化させます。この習慣化することで単純接触効果が働き、相手もあなたのことを考える時間も長くなり、また相手から LINE させることによって自然と女があなたを追っていて、あなたが追われているというような構図を作ることができます。そしてここからが重要で、一連のやり取りを習慣化させたら、ある日突然その習慣を壊して返信しないでおいてください。すると女は毎朝 LINE のやり取りをするのが日課だったのに、いきなり返信が来なくなるとかなり困惑しパニックになり、え、どうしたんだろう、何かあったのかなとあなたのことを考えずにはいられなくなり、完全に感情も揺さぶられ単純接触効果も働きます。この一連の流れをすることで、女はなんでこんなに感情を揺さぶられて〇〇くんのことを考えているんだろう、あ、好きだからこんなに考えているのかと辻褄を合わせるようになり、あなたのことを好きになります。いいですか？好きだからあなたのことを考えるんではなく、あなたのことを多く考えるからあなたのことを好きになるんです。つまりは相手に自分のことをつい考えがちにしたら勝ちです。習慣を壊した後は何事もなかったかのように時間を空け LINE をしてまた習慣を続けてください。習慣はおはようの LINE でも何でもいいです。二人だけの習慣を作り、それをある日突然破る。こうするとかなり食いつきが上がります。注意してほしいのは、このようなことをやりすぎたり関係性が浅い状態でやるとシンプルに嫌
られたり、女はあなたに依存しすぎて壊れてしまう可能性もあるので、くれぐれもほどほどにしておいてください。このような小さなことですが、あなたの言うこと、要求を聞かせるというのが大切です。女っていうのは好きな人のためなら何でもする、尽くしたい生き物ですから、基本的に根はド M でいい子です。日本では草食系男子とかマッシュルームのような髪型をしているおかまみたいな男が増えてますが、本当にモテるのは強くて男らしい男ですので、堂々として男らしい男を目指しましょう。フレーズ95個目、付き合わないと相手の本当のことはわからない。このトークを2回目のデートなどですることで、後々のホテル打診や告白を有利に進めることができます。いざデートの終盤に告白したり、ホテルに誘おうと打診すると、ほとんどの女の子から、でもまだ出会ったばかりだし、まだ付き合ってないし、まだ〇〇くんのこと知らないし、などと言われることが予想されます。そこで、付き合わないと相手の本当のことはわからない、早めに男女の関係になることはいいこと、時間や会う回数は恋愛の本質ではないという価値観をデート中に相手にすり込んでいきます。ホテルの前で言われるだろう言い訳を潰し、お持ち帰りするために、早めに男女の関係になるのはいいことという価値観をすり込んでおくことで、お持ち帰りや告白の打診が断然通りやすくなります。では、私が価値観をすり込んでいる実際のデートの音声を聞いてみましょう。中身は、うん、あの、自分とちょっと違う人とかが好き。まだでも、どんな人が全然わかんないからな。確かに、わかんないよね。でも、これさ、うん、5回ぐらい飯食っても多分わからない。うん、ね、絶対わかんない。絶対わかんない。だいたい同じ話する。そうだよね。なんか付き合ったりさ、うん、そういう感じにならないと、うん、本性出ないと思わないよね、うん、それこそ元彼だってさ、確かに付き合ってからじゃないと分かんなかった本性出たじゃん、うん、そういう感じになんないとね、うん、本当にお互いのことって分かんない、うん、結構もう好きになったら結構いついてるんですか。そうだね、もちろん。え、追う派、追いたい派。ああ、いや、自分から行く派でね。ああ、さすがに男だすか。この価値観を刷り込む、悪く言えば相手を洗脳するというのはめちゃめちゃ重要なんですね。実際に私はこの音声の子たちはお持ち帰り、付き合うことに成功してます。なので、これだけデート中の会話で女に価値観を刷り込むというのは大事なんです。ぜひね、私の音声のように価値観を刷り込んで口説いてみてください。フレーズ96個目、年齢はただの数字。デートで会話をしていると年齢の話になることが多いですが、その時に年齢はただの数字というフレーズは使えます。特に年上の女性は自分の年齢が高いことを気にしている場合が多いので、その時にこのフレーズを言うと相手の女も安心します。例えば、てか私結構年上だけど気にしないの？うん、全く気にしないね。年齢ってただの数字だから。素敵だね。まあそうだよね、大人でも子供っぽい人もいれば、若い人で大人見てる人もいるからね。あんまそこで判断しないかな。とか、前の彼氏はいくつだったの？5個上だったかな。結構上だね。年上が好きなの？うん、そうだね、年上の方が好きかも。つっちーくんは？俺はあんま気にしないかな。年齢ってただの数字ですからね。おお、かっこいい、みたいな感じです。名言っぽく言うと気も取れるので、名言っぽく言いましょう。実際の音声がこちらです。年齢気にされますか？いや、しないっしょ。ただの数字ですからね。あ、いいこと言いますね。本に書いてありました。あ、本当ですか？あ、本の。あ、引用しました、ね。引用なんだ。はい、本当に数字だよね。別に関係ないもんね。若くてもさ、大人っぽい人もいれば。え、本当です。本当にそう思って。年上でもね、20代、30代でも。パッパラパラのセラピーでは。本当にそう思います。フレーズ97個目、ドストレートに好意を伝える。〇〇ちゃんのことタイプ。さっきも言いましたが、軽々しく相手を褒めたり恋たりするのは誰でもできますし、格下扱いをされるのでやめた方がいいですが、ドストレートに好意を伝えるのは女がキュンとします。なぜならほとんどの男がドストレートに好意を伝えられないからです。例えば、てか〇〇ちゃんめっちゃタイプだわ。え、いきなり何？いや、マジタイプだなと思って、すごいストレートだね、みたいな感じです。実際の音声がこちら。ゆうこちゃんタイプだ。そっか、なんかびっくりするなと思って。ストレートすぎて。ストレートじゃないし、普通でしょ。いや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 、日本人なしからぬストレートさ。日本人言わない？言わない。嘘。ついてるちゃん。ついてる、その人たち。ついてるよ。ついてる。あ、でもじゃあ、付き合った方がいいな。そうだね。早い、今だ。うん、別にいいよ。唐突にストレートに好意を伝えることで、相手の女の感情を大きく動かすことができます。女に好意を伝えるときというのは、目をまっすぐ見て必ずドストレートに伝えましょう。さっきも言いましたが、今の世の中の男は相手の目を見て話せないですし、ストレートに物を言えません。だからこそギザな言葉をストレートに言えればチャンスなんです。女がキュンとする男らしさっていうのは、どれだけリスクを取ってアプローチできるか、これのみです。正直ストレートに好意を伝えるのは恥ずかしいですし、
し、好意を伝えてひもがられたり断られたりするのも怖いですよね。そのリスクを負ってアプローチしてくるから女の感情が動くんです。ビビって打診をしなかったり嫌われるのを恐れて好意を示さなかったら何も起きないんですね。なのであなたにチンチンがついてるならリスクを背負って攻めてください。もし失敗しても女なんていくらでもいますし、死ぬわけではないのでいくらでもやり直せます。なのでとにかくストレートに攻めましょう。フレーズ98個目、ストレートな告白。あなたは人生で告白をしたことがありますか？まだ人生でしたことがない、もしくはもしよかったら付き合わない、俺でよければ付き合わない、ダメだったら全然いいんだけど、みたいな感じで告白してしまってませんでしたか？もしそのような告白をこれから先もしてしまうと間違いなく失敗します。なぜならもしよかったら俺でよければ、ダメだったらいいんですけどのようなことを言って告白をするのはリスクを取っておらず男らしくないからです。もしよかったら俺でよければというのは失敗した時の保険をかけているので、女からするとそのような告白はめちゃくちゃナイルですね。もし振られた時に自分が傷つかないようにしてるようにしか見えません。こんなの男としてめちゃくちゃダサいじゃないですか。これではせっかく盛り上がった女の心もダサい告白のせいで興ざめしてしまいます。なので告白は必ず相手の目を見てストレートに俺と付き合おうとはっきり言いましょう。これが一番成功する告白です。2軒目の横隣のバーとかで30分ぐらい話したらタイミングはいきなりでいいので俺と付き合おうと目を見てはっきり言いましょう。そうするといいよと帰ってくるか、まだ出会ったばかりだしなどと言われます。もしまだ出会ったばかりだしなどと言われたら大丈夫、俺に任せてとか、こうやって言える時に言わないとお互いいつ死ぬか分かんないじゃん。付き合って早くお互いのことを知る方が絶対いいよなどと押しましょう。告白や打診はとにかくストレートに、そして男らしく押しましょう。どんな女も推しには弱いですから、2回目や3回目のデートに来てくれる脈がありの女には自信を持って押してください。また告白は1回目のセックスをした後のベッドでもいいですね。なぜならセックスをした後というのは自分に惚れてる可能性が高いからです。実際の私の告白の音声がこちらです。俺と付き合おう。え？俺と付き合おう。早いね。そう？うん。そう思う？うん。なんで？だってまだ会って2回しか会ってないよ。関係ないでしょ、時間は。そうなの？うん、いつ死ぬか分かんないし。確かに、うん。早ければ早いほどいいでしょ。そういうもんなのかな？俺はそう思うよ。付き合った方が相手のこと知れんじゃん。そうだね、絶対付き合った方がいいよ。そうだね。やった、ありがとう。付き合うの？付き合おう。本当に本気？本気。本気なの？本気だよ。めちゃめちゃ早くない？遅いよ。遅い、これでも遅いよ。そんな早く付き合ったことないよ。俺も止まらなかったわ。止まらなかった。そうなんだ、思いが。じゃあ付き合おう。いいよ。ちなみにこの告白はセックスが終わった後のベッドでしました。こんな感じでストレートに告白をすると成功するので、ぜひ真似してください。フレーズ99個目、まだ時間ある。これはデートで店を出た後に相手の脈ありか脈なしかが分かる質問で、ご飯を食べてお会計が終わってお店を出た後に一言質問、てかまだ時間ある、これを言うと2つのどっちかの反応がきます。うん、まだ大丈夫だよ、か、ごめん明日早くて今日は帰らなくちゃいけないです。前者の回答が来た場合は脈があるということなのでお持ち帰りできる可能性が高く、後者の場合はデート失敗の可能性が高いです。なぜなら女があなたとのデートが楽しくなくて一緒にいたくない場合はすぐに帰ろうとするからです。ちなみに私もこの経験はめっちゃあります。ダメな時っていうのは分かりやすく女の帰るスピードが速いです。そういう時は無理なので素直に諦めましょう。大丈夫だよって言われたら OK、 じゃあちょっと歩こうと言って手をバシッとつなぎ、少し散歩をしながら家かホテル、または2軒目の店に向かってください。こんな感じでデート後まだ時間あると質問して反応を見ることで今日は行けるか行けないかを判断することができます。まだ時間ある？うん、ある。ある？あるよ。あ、オッケーオッケー。じゃあ、次行こう。次？行こう行こう。ただ私は個人的にあまりこの質問は使いません。今日はお持ち帰りすると決めたら相手の反応を見ずにどっちみち手をつないでホテルや家に向かう派だからです。質問するか質問しないかで特に結果は変わらないですし、お持ち帰り打診をしたからといって嫌われて二度と会えなくなるわけではありません。ただ相手の食いつき反応を事前に確かめたい人はこの質問を使えば分かりやすいですね。フレーズ100個目、もう少し飲もうか、一緒に酔っか、これはお店を出た後に2軒目やホテルや家に誘う前に使えるフレーズです。例えば、そしたらもう少し飲もうか、いいよ、 OK、 じゃあ行こうとか、そしたらもうちょい一緒にいようか、うん、OK、 じゃあついてきてみたいな感じです。こちらもとにかく次に行くのは当たり前というように言うのがポイントです。ここでよかったらもう少し一緒に飲まない、よければもうちょっと一緒にいないとかっていう弱気な発言はしてはいけません。行くのは前提のようなニュアンスで、それで明日早いから今日はとか、今日はこの後予定があるからなどと言われたら諦めれば OK です。
フレーズ101個目、まだ帰らないっしょ、まだ大丈夫っしょ。これはお店を出た後に2軒目やホテルや家に誘う前に使えるフレーズです。てかまだ帰らないっしょ、うん、OK、 じゃあ次のとこ行こう、ついてきて、わかった、とか、てかまだ時間大丈夫っしょ、うん、OK、 そしたら2軒目行こう、ついてきて、 OK みたいな感じで使います。帰らないでしょ、大丈夫っしょ、とこれぐらい強気に男らしく女に打診をするのが非常に大事です。女は自信があり男らしく強気な男に惹かれるので、2軒目とかホテルや家に行く前提で強気にリードするようにしましょう。まだ時間大丈夫っしょ、はい大丈夫です。じゃあ2軒目行きましょう。フレーズ103個目、黙って手をつなぐ。これはトークというかデート中の女へのアプローチなんですが、デートで口説いてお店を出たら、店を出た瞬間に黙って女の手を握ってつないでください。この時にくれぐれも手をつないでいいなどと許可を取る必要はありません。というか許可は取ってはいけません。挙動ったりしてもいけません。なぜなら女は男らしく引っ張ってくれる人が好きですし、いちいち何をするのにも許可を取る男の姿っていうのは、女からするとこいつ私から許可を取らないと手もつなげないしキスもできない育児なしなのか、男らしくなくて慣れたわ、帰ろとなってしまいます。なので男は黙って手をガッとつなぎましょう。実際に私が手をつないでる様子はこちらです。あ、はい。あ、手振るみたいな。やばい。久々手振る。久々手振る。緊張するんだ。確かに。まあこんな感じです。女も照れてますよね。食いつきが高い時に黙って繋ぐと女もドキッとして喜びます。手を繋ぐ時もキスをする時もホテルに誘う時も許可を取らずにリスクを取って男らしくいきましょう。それが女に対する礼儀です。フレーズ102個目、散歩だよ。恋トレ式のデート手法では、お店を出たら黙って手を繋いで家やホテルに何も言わずにそのまま向かっていくわけですが、その時に女に言われるのが、え、これどこに向かってるのです。黙ってね、ホテルや家に向かってるのでそう言われるのは仕方ないんですが、この時に、え、それはホテルだよ、ゆっくりできるところだよなどとホテルや家を匂わせるようなことを言ったり、あからさまにあたふたしてしまうと持ち帰りが失敗してしまいます。その時にこの散歩だよというフレーズが使えます。例えば、え、これどこに向かってるの、あー普通に散歩、え、本当、まあ任せて大丈夫みたいな感じですね。お持ち帰りの時はこのセリフを言って切り抜けましょう。実際の音声がこんな感じです。お腹いっぱいね、めっちゃ食べちゃった。美味しかったね。美味しかった、ごちそうさま。はい、あれ、これどっか向かってる？どこ行くの？え？どこ行くの？あ、散歩だよ。散歩？散歩いいね。相手が警戒心を出してきた時にどれだけ余裕を持って対応できるか、そこが重要なので、このような状況になった時はこのセリフを使って余裕を持って対応しましょう。フレーズ103個目、無理やり共感、俺も一緒だね。ホテルや家に女を誘った時に女にぐだられたら、この俺も一緒だねというフレーズを使っていきましょう。例えばお持ち帰りをしようとした時に、私そんな軽くないから、え、俺もよかった、一緒で、ねえ嘘でしょ、とか、私付き合った人としかしないから、え、俺もじゃあ安心だね、本当に言ってるの、みたいな感じの使い方です。実際の音声がこちら。え、どこ行くの？え？行かないよ、本当に。なんで？行かない行かない。なんでなんで？いや、なんでってことじゃない。行かないよ。なんで？いや、じゃあそういうことはさ、うん、やっぱ付き合ってからじゃん。おお、そうだよね、うん、やっぱり、うん、一緒だね。うん、一緒だよ。よかった、価値観一緒で。あ、よかった、うん、価値観一緒でよかった。よかった、うん、まあ大丈夫だよ。まあ、何大丈夫って、付き合ってるようなもんじゃん。どういうこと？え、付き合ってるようなもんじゃん。え、そうなの、うん、え、そうなんだ。そうだよ、チャラ、なんかチャラいね。女がぐだった時に、行こうよお願い、映画見るだけだよなどとお願いしたり説得してはいけません。なぜなら説得すればするほど相手はガードを固くしてくるからです。なので説得するんではなく、今回のようなフレーズでかわしましょう。女がぐだった時に男の力量っていうのが出ますので、こういったセリフをさらっと言えるような男にならなければいけません。フレーズ104個目、絶対手出すから。これは相手がホテルの前でぐだった時に使えるちょっとネタ系の言い方です。例えば、行かないよ、大丈夫大丈夫、絶対手出すから。は、何言ってんの、あ間違えた、絶対手出さない、絶対嘘でしょ、ほんとほんと大丈夫、俺に任せて。こんな感じです。実際の音声はこちら。明日仕事でしょ。明日仕事だよ。大丈夫だよ。大丈夫だね、うん、明日仕事なんだよ。俺もだよ、任せて。何を任せて。任せて。でも今日今ダメだよ、だって整理終わりかけて、うん、パンツ可愛くないから。まあ任せて。可愛くするから。やだよ、パンツ可愛い、ほんとになんか絶対だって、絶対絶対にもうそういう手出すから。絶対手出すから。もう本当にこういうとこ来てさ、ね、絶対手出すから。何のせいで。え、絶対何もするから。何もする、何もするから。だってあれでしょ、
明日朝すごい。でも一回お家帰らないと。帰ろうぜ、帰ろうぜ、大丈夫。これは面白い感じのキャラの人、チャラい系のキャラの人なら使えますね。ただ真面目な人がこういうことをいきなり言うと聞かれてしまう可能性があるので、使い方は気をつけてください。フレーズ105個目、じゃあ大丈夫だね、任せて。これは相手の女がホテルの前でネガティブなことを言ってきた時に使える便利なフレーズです。女にアプローチをするとき、お持ち帰りするときのポイントは相手をとにかく安心させることです。なぜなら女は自分をやり捨てしてきそうな男や自分のことを理解しない男と付き合ったりセックスしたくないからです。その女を安心させるときに使えるのがこのじゃあ大丈夫だね、任せてです。例えばツッチーくんのこと気になってるけどまだ知り合ったばかりだし大丈夫俺に任せてとか、お持ち帰りをしようとした時に明日朝早いし大丈夫俺に任せてちゃんと間に合うようにするからとか、これどこに向かってるの大丈夫任せてなどと言って、とにかく相手のネガティブな反応には大丈夫任せてと言って相手を安心させてその場を切り抜けましょう。フレーズ106個目、今日は一緒にいよう。超シンプルですがこれが一番使えます。例えば今日は行かないよ大丈夫今日は一緒にいよう。明日お休みでしょだったら一緒にいようよ俺に任せてって何、まあ任せて、はい行くよ。こんな感じです。実際の音声がこちら。どこ行くの。行かないよ本当に。なんで行かない。行かない。なんでなんで。いやなんでってことか。行かないよ。なんでいやそういうことはさ、やっぱ付き合ってからじゃん。おーそうだよね、やっぱり、一緒だね。一緒だよ。よかった、価値観一緒で。あ、よかった、価値観一緒でよかった。よかった、まあ大丈夫だよ、まあ、何大丈夫って。付き合ってるようなもんじゃん。どういうこと。付き合ってるようなもんじゃん。そうなの、そうなんだ。そうだよ。チャラ、なんかチャラいね。いやチャラくはないけど普通に一緒にいたいから今日。一緒にいたい、まあ明日仕事ないでしょ。明日休みだけどさ、もうそういうことじゃないじゃん。まあまあまあ、まあ、行こう。この時のコツはまっすぐ目を見てストレートに言うことです。結局ストレートが一番いいんですよね。私もね過去いろんな誘い方をしましたがストレートが一番いいです。なぜならストレートが一番男らしいですし、世の中の9割の男がチキってストレートには言えないので、言える男に男らしさを感じるからです。迷ったらとにかくストレートに行きましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。デートでやれる神フレーズ100選でした。そして現在2万人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE は、私がブスでコミュ障の恋愛初心者からたった1年で300人以上の美女と関係を持つことができた恋愛手法、これまで私が指導した2000人以上のポエトリ大学の生徒が彼女やセフレを作った方法を配信していて、恋活を継続できてやりきれる環境を用意しています。そして公式 LINE 登録者2万人、 YouTube 登録者3万人突破を記念して、作成費用500万円以上、作成期間1年、チャンネル開設から約2年の努力の結晶を元に制作した動画教材、恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 を無料でプレゼントしています。約5時間を超える動画教材で、文字数にすると約15万字のボリューム、男の恋愛の全てを攻略した教材になっております。プレゼントの内容は、彼女セフレを量産する恋トレ式ルーティン、唯一無二のモテ用になるためのマインドセット、簡単にシックスパックを実現させる食事、筋トレ法、 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、9割が知らない本当にモテる男の髪型、薄毛を改善する裏技、人生を変えるメンズ美容整形ノウハウ、劇的に肌質を改善する美容治療ノウハウ、女との出会いを量産する方法、マッチングアプリ攻略法 2.0、 ストリートナンパ得のロードマップ、女の食いつきを上げる LINE 手法、デートを成功に導く店の選び方、最短でお持ち帰りを実現するデートの台本、会話を盛り上げる極秘会話術、セックスを確定させる魅惑のボディタッチ、女を釘付けにするデート中の所作振る舞い、自動的にホテルインを実現するお持ち帰り方法、女を沼らせるセックスの仕方、長く関係を継続させる方法、女を猛烈に依存させる犯罪級恋愛テクニック、これら19個の特典を無料でプレゼントしています。恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 の教材を無料で受け取って、人生を変えたい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今すぐこの動画下の概要欄の方から公式 LINE を追加してプレゼントを受け取ってください。この教材以外にも私の公式 LINE ではこのような突発的なプレゼント企画や、恋トレ大学生徒の実績、表では公表できない極悪恋愛テクを配信しているメルマガやブログも私の公式 LINE から閲覧することができるので、ぜひ今のうちに公式 LINE を追加しておいてください。全て完全無料です。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。次回も役に立つ恋愛スキルを配信していますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。